course, it's a Kirby song as I appear. Hello, AGDQ. I am Edo Bean, and I will be your host for Fallout Anthology being run by Tomato. This is going to be really interesting. If you haven't already donated for the character name, this is the last moment you can, so make sure you get those donations in. We have a $50 donation from Zacharia that says, extremely excited to watch Tomato breeze through the Fallout Anthology at AGDQ 2020. Ha. Of course. Thank you, Liz28, for your $25 donation that says, the first time I've been able to donate to a GDQ. Yay! Good job. I always love watching. Thanks to all the gamers for running. はい、おはようございます、モデレーターの方変わりまして、私、マウスの方がこの時間からしばらく、担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。で枠も変わりましたのでね、簡単に今のイベントの説明の方させていただこうかなと思っております。おはようございます。Gotta start donating now if you want to make it change. おはようございます。騎士団の人ではないですね。あれ？どこだっけな？そう、ネズミ年です。ネズミ年です。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って。これどこやってたっけ？あれ？俺どっか開いてたはずなんだけど、あれ消えてる。弓上げようと思ってたものが消えてる。ちょっとちょっと待ってくださいね。あ、あったあったあった。で、この AGDQ というイベントなんですが、オーサムゲームズ団クイック、の役となっております。まあ、冬だからね、オーサムっていうのかもしれませんが、まあ、それを置いといて、まあ、AGDQ は海外のチャリティーイベントで、RTA のですね、ゲームごとに決められた目標を達成することで、決められた
ね、目標を達成するまでの時間を測り、タイムを競うリアルタイムアタック、通称 RTA を披露することで寄付を募っております。で、ゲームごとにですね、寄付金の目標が設定されておりまして、達成するとゲームの目標がより難しく見応えがあるものになっている、まあ、カテゴリーの変更ですね。で、バグ技が披露されたり、隠しボスを飛ばするなどですね、目標が追加されるなどして寄付を募っております。まあ、場合によってはですね、キャラクターの名前を変えたりとか、まあ、キャラクター自体を変えたりとか、まあ、ルートの選択肢を変えたりとか、すべてを、寄付で決めております。で、AGDQ の公式サイトの BitO のページがございますので、こちらを参考にしていただくのが分かりやすいかなと思います。ちょっと URL ありますね。でこちらが、AGDQ のランインデックスの一覧になります。で右側の方にですね、ビットウォーズ、イエス、ノーがあります。イエスがあるものはビットウォーズがあるものです。ノーは、ないものなので、まあ、こちらを参考にして見ていただくのもまた楽しめるかなと思います。でですね、まあ、そういうビットウォーズの方に参加など、寄付に参加が日本からだと人によってちょっと変わってくるんですが、まあ、できたりできなかったりするんですが、もしですね、気軽に寄付をしてみたいという方いらっしゃいましたら、本家 GDQ のサイトをサブスクライブしていただく、またはイエティやファンゲーマーズにて、グッズを購入していただくことで、間接的に寄付を作ることができますので、そちらのグッズの購入の方もよろしくお願いします。AGDQ のオリジナルの T シャツになっておりますので、なかなか可愛いものが多いです。すいませんね、噛みました。噛みました。寄付です、寄付。寄付です、はい、普通に噛んじゃいましたねすいませんで、ジャパニーズリストリームではこのような海外の RTA イベント、 GDQ だけではなくてですね、いろいろとチャリティーイベントありまして、例えばまあこれも夏と冬にあるんですけど ESA とかで、まあドリームハックっていうイベント内でもありましたので、ね、こういうイベントも、まあ、日本語再許可取って日本語再発信今後もしていきたいと思いますので、まあ、ジャパニーズリストリームのツイッターやツイッチのフォローもしていただけると嬉しいかなと思います。ちなみにですね、ちょっと運営の方、まあ、私一応運営の一人をもうやらせていただいております。で、まあ、主催の中さんと話してて、本当にこう今回は、まあ、ツイッターのフォロワーも2500人超えて、まあ、最初の方は1500人くらいだったんですけど、2500人超えて、でツイッチのフォロワーも1万4000人を、超えまして、まあ、本当にいろんな方に見ていただけてるということで、本当非常にありがたく思っております。で、ボランティアの方もいつもよりもさらに増えて、参加していただいた方もいらっしゃいますので、本当皆様本当ありがとうございます。お礼を申し上げます。ね、まだまだ、GDQ は続きますので、ちょっと待って、ビッグバチョンさん、ちょっと、それはひどいんじゃないですかね。全部混ぜないでください。いや、終わりじゃないです。これからも続きますから。12日まで続きますから。締めじゃないです。いや、挨拶的にね、言おうかなと思ったら。いや、いきなりこう、で、書かれてたんで、びっくりしちゃったんですけど、もうなんか、紙、噛んでばっかりでダメですね。はい、で、まあ、次のゲームが、スケジュール。
後でスケジュールの方が、フォールアウトのアンソロジーですね、これが目標タイムが、大体2時間くらいとなっておりますね。はい、I flew back from Vancouver, Canada to attend with my best friend Dylan. Thanks Focus Sight for showing off the broken mess that is Sonic 06. Wait, you mean it wasn't? I thought it already was. Okay. And I'm looking forward to seeing my favorite Fallout game broken down to bits. で、まあ、そうですね。ピンクパジャマさんに次もっていう話もあったみたいなんですが、まあ、個人的にはもっといろんな人に気楽にですね、参加していただけたらなと思っております。で、ピンクパジャマさんの方は、まあ、各ゲームの通訳もそうなんですが、9日ですね、ここでですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12タイトルほどですね、担当していただいているお時間もございますので、まあ、その、まあ、今回もまた、まあ、休めるときにね、休んでいただいて、はい。まあ、他の人もいろいろと参加していただければなと思っております。で、解説でも今回、かなり入っていただいてて、まあ、初日ですね、入ってなかったのがたった1作品、となっております。スターウォーズの部分だけですね。それ以外は全部解説の方に入っていただいて、いろいろな方が入っていただきまして、本当、皆様ありがとうございます。で、開発も結局 RTA を知らなくても別に構いません。そのゲームを知っている、まあストーリーを知っているなどでも全然構いませんので大丈夫です。もう本当にあのツイッターの方にも今回興味持っていただいてて、自分もいつか開発してみようかなっていう方もいらっしゃったのを見かけてるんですが、あの全然構わないです。やりたいと思ったら、あの応募フォームに記載してどん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 こう来てください。もう本当に拒否はしませんので。で、まあ自分一人で話したいですっていう人もいれば、いる方がいらっしゃったら、もうその都度そのモデ進行案内の方に話していただければもうお任せしますし、で、まあ話し手がいたいっていう時はね、こういうふうに、まだあの私でもいいですし、進行はないの、その時間帯がの人が担当して聞いてにもなりますので、気楽に参加していただければなと思います。お、始まりそうですね、フォールアウト。I don't know how we got here, but I'm Tomato Angus, the G is silent, and I have a couch behind me. For the couch, we can go from this fellow to that fellow if they want to introduce themselves real quick and talk about howThey are related to the Fallout speedruns. Sounds good. Hello, my screen name is Covert Muffin, and oh, thank you guys. So my experience with Fallout is, well, yesterday I had a bit of trouble with doors. もしあの近くにですね、このゲーム知ってるけど開発しようかなっていう人がいたら、ぜひ誘ってください。Nice. Yeah, that'll come in the plug later. Okay. よろしくお願いいたします。Blood Thunder. I used to run Fallout 4 and held the record for some time, but it's been a while since then, so.Looking forward to some new tricks. And my name is Sharo. I'm the Fallout 3 and New Vegas world record holder, and the only person to defeat Kung Cobra. Yeah! That's a big deal. If you don't know, that's a big deal. That's a big deal. All right. So this is Fallout Anthology main series. Any percent, that's a lot of words. What does it mean? It means Fallout 1, 2, 3, New Vegas, and 4, all back-to-back any percent categories.Those are the runs we chose because they're the main games with the main numbers. Six isn't really sequential, so we exclude it. And then Tactics and Brotherhood of Steel are kind of non-canon, so or partially canon, so we just threw those out. And those are the five most popular games in the series. So that's what this run is. 20%. And for the character name, I believe the winning bid was Chocolatine. So let's type that, and that will be the character name for all of the runs.And yeah, we're about ready to begin. So time will start in a second. I'll say when and go. 始まりました。Good luck. Good luck, Tomato. Thank you.
フォールアウトシリーズって結構自分も見てはいるんですよね。ただ初代って全然違いますよね。やっぱ見た目が、ゲームが全然違うように感じます。And right away we go into the wasteland, and this is pretty much the big RNG section of the run, whether or not we get encounters. So fingers crossed we don't. Maybe we want some so we have more time to explain some things. But the main glitch that we use in Fallout 1 is called the combat glitch. And pretty much the A button is the enter combat button. So whenever I need to enter combat, I mash A, and for some reason there was an oversight in development where...I always get to take my turn in combat because it is a turn-based RPG. So if you just mash to enter combat over and over and over, when your turn ends, you get to go again. I always compare it to the kid who you play board games with growing up who always said it was his turn. But pretty much that's Fallout 1, the main tech in it. Other than that, we're just playing through the game in a very accelerated fashion. And the first place we need to go to is Mariposa Military Base, which is a military base run by a bunch of super mutants and Nightkin.中入りましたね。So, once we're here, we need to destroy it. The fastest way to destroy it is to pretty much trigger a nuclear. I think it's a meltdown. It's a meltdown.And then also when I'm running around, I'm going to be mashing to click, like I'm going to be clicking over and over and over for wherever I need to go. And that makes me actually move faster because this game has a bugged running animation where if you click non-stop, you will move faster. So pretty much it's called speed clicking, and that's a big thing in both Fallout 1 and 2. So whenever I'm clicking to either go pretty much any directional.Diagonal direction, I'm going to be speed clicking because it only works on diagonals. It doesn't work straight up or straight down. I need to pop one more stim pack because these things take away our health and I don't want to die. And now that we've exited, that knight can talk to us and said, hey, why were you here? And we said, no, don't worry about it. And we walk away. And then it explodes. And now we go to the second area in the game, which is, I believe it's called the chapel? No, cathedral. We go to the cathedral. And same exact thing there. There's a nuclear warhead inside of there. And we pretty much just need to blow it up.ここは本来中盤ぐらいに突入するスーパーミュータントの基地。なお今自爆した模様。All right, we have a $500 donation from Vault Dweller 84 that says nothing a machete can't fix. Very nice. How about one more? We also got a $50 donation from Project Zero that says, is there anything better than coming home from a long day of work?Cracking open an ice cold Nuka-Cola, catching the Fallout speedrun, and donating to fight cancer? I don't think so. There definitely is not. Once we get closer to the cathedral, I'm pretty sure we get more and more encounters because different terrains have different encounter rates. And now we're at the cathedral. So here, right when we get up here, we actually need to level up.Because we're going to be doing a lot of lockpicking and a lot of speeching and a lot of sciencing. So we need to get our speech around 130-ish, I'd say. That's fine. Science, we need to get up really high. And lockpick, just because it's a pain otherwise. I'm sure we'll fail a lot of lockpicks because we always do. And when we're in this area, we're actually going to be doing a lot of combat. カップラーメンにお湯注いで食べるまでじゃないですかね。Not able to pick the lock. お湯注いで数秒にカップラーメン。And we just have to constantly enter combat to make sure they don't attack us. Like there's a dude right in this corner, so I enter combat again, there's another dude in this corner. Enter combat again, there's another dude in this corner. Open this door, however, and we'll talk with this guy. And he will bring us to his master. あ、ワープ。ワープしたのかな、これ。なんか変なダンジョンに入って。A complete beeline towards the nuclear warhead, and we're going to science it.And along the way, there's a bunch of Nightkin walking around. And this guy is actually going to try and talk to us, but if we just press zero, he won't talk to us. So that works. Forget exactly how that like, came to be. I think it was
we theorize it to be like a dev tool, but it was left in the game. It was technically taken out of 2 eventually, but we changed one of the files so it's back in 2, because we use it once to talk to the president. We'll get there when we get there. Pretty much right now we're about to ride an elevator to get up to a warhead, unable to pick the lock. That'll be a common theme in this game. Maybe a few signs the door first. No, no. but we are about to science another thing after we pick another door. So over here is this this is the trigger for the nuclear warhead. どうなんでしょうね。バレて。As soon as I go to arm it, these two dudes will attack me, so I have to try and time it precisely so that I enter combat as soon as I finish arming it. So let's see if it takes me less than 5 tries. バレてるでしょ。どう考えてもバレてるでしょ。Nice. All right. That was... That... I'm impressed with myself. That never happens. All right. So now we just have to combat glitch past all these dudes who are just having a powwow in their bunker.自爆装置を起動中。Range, we're gonna run up here to this elevator. And then that original dude who we talked to in the purple robe, he's gonna talk to us again. And he's gonna say, hey, what are you doing down here? You shouldn't be down here. And say, oh, don't worry about it. And then we walk out again. And then it's about to explode. And then we make it back to Vault 1 or Vault 13. And the overseer's like, hey, you did a lot of good work, but you're not allowed back in because you're contaminated. 終わりなの？これで終わりなの？おお、終わったみたいですね、本当に。So, now Fallout 2. で、これから2かな？has more RNG than I've experienced in traffic. 6分で終わっちゃいましたね。It is incredible. So,I first, one thing also when I'm running around in these games, whenever I access a door, like here, I quick save as soon as I open them, and that skips the door animation. So right when I load up the game, I get that set up by just making a quick save real quick, just so you're aware. Every time a door opens, it's because it's going very fast. So let me rename our person. お前は強くなりすぎたら出ていけってひどいラストなの。そんなラストなんだ。And this is the start of Fallout 2. Now, the story of Fallout 2 is we are actually the descendant of the hero from Fallout 1, and we are living in the town of Arroyo. 2はメイン普通に通したことしか知らんから、どう進むんだろうと思ったら、セーブバグとかある。In the first game, which is the Gek. And more or less, we will get it, and, but we have to do a bunch of other things like toppling a government along the way.最近の星か壁抜けたのかな、抜けてるのかな。 There we go. Okay, there we go. There, that time I picked the lock. Okay, maybe I didn't. The door appears to be locked. Lock pick. You deftly picked the lock on the door. 壁抜けてるのか、こう正規ルートで入ってるのか、全然よく分かってない。And same thing. So Fallout 2, the combat glitch actually doesn't work. Except for very rarely, you might be able to mash just fast enough for it to work, but it's not free like it is in Fallout 2の主人公、1の主人公の魔族、You either have to be clever with how you run around enemies, or you just have to trick them by wearing the same clothes as them, and they'll think you have really good fashion, and they'll let you by. But in this area, this is the Temple of Trials. なんだろう、今日下が回んないのかな。Village Arroyo is like,All right, you're old enough now. Let's see if you actually are you and stuff like that. So instead of fighting this dude whose name is Cameron, we just talk with him. And he's like, oh, thanks. Okay, bye. And this finishes the Temple of Trials. And now we are out in the waste. And we are going to make a beeline towards San Francisco. And for reasons that we don't know now, we'll know later. Anyways, we're about to go to the world map. And the first thing you're going to notice is that we move a lot faster than Fallout 1. And we got an encounter with Creation. Which is great.キットの略、G-O-E-C-K。 I was actually able to combat glitch that, but it goes much faster on the world map than Fallout 1, and that's because of another oversight and development that was actually patched out of the game. But Fallout 3から後味が悪いエンディング減っちゃった気がする。 The option to actually re-enable it, so we did that, because you gotta go fast. Once we're here, we're going to pickpocket this vendor named Lao Chu.We're going to take all of his coins from him. Ah, そうだ。今、騎士団で思い出した。今回、あの、騎士団じゃなくて、騎士団というか、石団じゃなくてですね。あの、So we need some items that will lower our intelligence. 寄付先が違うんですよ。GDQ って、AGDQ と SGDQ で分かれてて、まあ、他にも細かいのだと、あの、GDQX っていうのもあるんですけど。
今回はプリベントキャンサーファンデーションっていう、まあ、アメリカに本拠地を置くがんの早期発見と、まあ、予防を推進する慈善団体の方に今回は寄付されますので、はい、全額寄付されます。今回の寄付金はちょっと私説明漏れましたね、これ、はい、なので騎士団って言われてても何にも思わないです。さあ、そしてガンガン寄付してくれよってか、そうですね、まあ、こういうチャリティーイベントで、まあ、楽しんでいただければ、まあね、がんの予防や治療に役立ちますので、ガンガン、ね、予防して、予防じゃない、寄付していただけたらなと思います。なんか人が爆発しているように見えるんだけど、これ大丈夫なの？拍手が起きてるか、これ何をやってるんだろう、爆弾を作るんだろう。With power armor, and sometimes you'll try and kill him for 5 minutes and he won't spawn with power armor, and you're like, what have I been doing this whole time? So now that we have bombs, we're going to go and confront a man named Ken Lee. And Ken Lee is a part of the Shi Empire. なかなかやっぱり古いゲームだと開発の方がいらっしゃらないことが多いんですよ。やっぱりこう洋芸だとやったことがない人とかねいらっしゃるのでなかなか難しいですが、まあ本当にやったことがあるとかそういう方がこう今コメントでいろいろと説明してくれているので非常にありがたいと思います。もうぜひね、ディスコードに参加の上、ストーリー開発だけでもねお願いいたしますと私は思います。で、あ、そうだ、解説応募していただけるのが非常にありがたいんですが、すべてやり取りディスコードで行いますので、ディスコードに参加の上でですね、コメントをしてディスコードでチャットをしていただけると対応が早くなりますのでよろしくお願いいたします。結構ですね、開発応募をされてもディスコードに参加されないっていう方もいらっしゃいまして、どうやってコンタクト取ろうかなって悩む時もありますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。壁に何かやってるのかな、これ。The reason why we sneak, well, there we go. We sneak because normally all of his friends nearby will freak out and be like, yo, who's attacking Ken? But if you sneak, they won't notice until the second explosion. Because if you crouch, explosions aren't as loud. Common sense. Come on, guys. This is known. So, right when I finish that, I'm going to make a quick save. And then I'm going to load a save I made earlier, exit to the world map, quit to the main menu, load the quick save, and now we're at the world map as the quick save character. That's called a save warp.And it's pretty much a way to get to the world map quickly. And here is the Hobologist. And like, you know, they're Hobologists, they're a cult. So we have to dumb ourselves up to be able to converse with them. And it brings our intelligence down to, I believe, one right now? Oh, three. Three is poor. So that's, yeah. なんかロード、you need poor intelligence to talk ミニマップ開いてセーブロードしたっぽいですけど。And actually, if your intelligence is too high, this is the leader of the cult. His name is Oz9.There's a whole bunch of side quests in this game with these guys. もう街のマップからいきなりなんか施設の中に入ってるんで、多分何かしたんじゃないかなと思います。英語解説を翻訳してもどうしてそうなるのかわからないから意味がない。もう何かやったんでしょうね。But if your intelligence is too high, this guy's like, what's your game? And then he won't help you. So, yeah, you have to be dumb to talk to these guys. And once we exit again, going to make or do a save warp. 何やってんのこれ？え？ And while I'm here, yeah, that's nightmare fuel for sure. now we're in the PMV Valdez, right? And while I was on the world map, similar to how I passed a bunch of time to refresh Lao Chu's inventory,今一瞬宇宙船があったりとか、
So, this actually raises our intelligence. ムービーが一瞬流れたような気がしたんだけど。Scientists are smart. So, with this, we will go to an oil rig. And here's where the story of the game really takes place. これは何をやっ We need to get the Gek, and the bad guys in this game are the Enclave. So, the Enclave have a big bad man who's their general named Frank Horrigan. And Frank Horrigan is half human.Half super mutant. He's like, ああ、ホールアウトは自由なゲームだから、何をやるにも自由。Pretty much we need to blow up the oil rig, kill Frank Horrigan, and also get the gas. 視聴者のバグへのリテラシーが高すぎて、現象から何やったか推測するの本当に面白い。Kill Frank Horrigan part A. やったことないゲームってやっぱそうなっちゃいますよ、どうしても。Get a presidential key card because that will help us. That will help us kill Frank Horrigan. You'll see why and.Who do you get the presidential key card from? None other than the president of the United States. So we'll get there in a second. Right now, though, we just need to get to the Gek, which is in this. やっぱこういうなんだろう上から目線じゃねえや。なんて言えばいいのかな。こういう視線を見るとあのディアボロとかも初代とかこんな感じでしたよね。2とかもこういうしあの視点でキャラクターを動かしていくっていう。やっぱそう、見下ろし型ですね、見下ろし型。クォータービュー。そういうのって時代を感じるかなって。まあ今でもいくつかゲームありますけど。見下ろし。見下ろしして、見下ろし型ですね。はい。His name is Dick Richardson.ね、そしてキャラクターが変わっ交代したのかな、これは。And he has the presidential key card on him. And the reason why we want that is because it allows for us to activate turrets to help us in our fight against Frank Horrigan, because there's no way in hell we're going to be able to fight him as is. So when we go up to Dick Richardson, we're going to zero his dialogue like we did this earlier, and we're going to arm the bomb.あ、ディアボロ4も。へぇ。Sneak and crouch in the corner, explode, hope he stays dead, he did. 爆破し。And no one notices the explosion. また人が爆発された。拍手が起きちゃったってことは、これなんかバグうまくいったのかな ?We have the Gek, we have the presidential key card which helps us kill Frank Horrigan, and the last thing we need to do is destroy the oil rig, which is what this dude, Tom Murray, will do. He is an balding man in a lab coat.あ、今のがエンクレイブ大統領っていう人を、というか大統領を爆発資産させたってことですね。So now we're on an 8-minute timer or 10-minute timer, which is way more than enough time. And at the end of those 10 minutes, the oil rig will blow up. So now we have to go and confront Frank Horrigan, which will take a minute to run all the way back to him. So if you have time for a donation, so we have time for it.Okie doke, we have a $25 donation from Villas. I hope I'm pronouncing that correctly. Fallout 1 and 2 are some of my favorite classic RPGs. Glad to see them and their spiritual successors run for a good cause. Fallout に関しては人が爆発するのが普通なんだ。まあゲームだから、まあありなんでしょうね。Each their own. I love them as a series and they're very fun ways to break them apart and see how they tick.And yeah, we'll get there when we get there though. So these guys, this guy is Sergeant Granite. He's the leader of this platoon. And we pretty much convinced him to kill his boss for us. So they're going to help in the fight. And then we're also going to come over here and use the presidential key card. And now all of these turrets will attack Frank Horrigan. And Frank Horrigan, as I said earlier, is a full-king individual. He has 999 health.And that's a lot. As you can see, Frank Horrigan was hit for 10 hit points. It takes a while unless you get critical hits. So we're going to pretty much watch this and pray we get some good numbers. 11, that's not doing this for us. まあコマンド入力すると爆発する宇宙船もあり、戦闘機もありますからね。多分タレットを操作して同士打ちさせている。That says, always my favorite time of year. Thanks for all the great work you guys do.Here is to Fault 29 and my main goal, Harold. ついでにエンクレイブ兵士も同時打ちさせているみたい。$250 donation from Bloody Panda that says, What's a Wastelander's favorite rock group?
Fallout Boy. Oh, no. Yeah, it's one of those. I can't groan any harder. これだけ画面見ると何やってるのかさっぱりわかんないですけどね。How about two more? We have a $25 donation from Silly Person that says, have to donate for Fallout and Edo Bean. Oh, thank you. Appreciate it. で、ドネーション読み上げてますね。And then we have a $100 donation from Canon Swift that says, Fallout is literally one of the first RPGs. I tried my hardest to beat the fastest even before I knew that was such a thing as speedrunning. So excited to see it being ran at AGDQ. Donations. Donations. Never ends. Awesome. Well, we did just recently hit Frank Horgan for 212 damage, which isn't bad, but then he was hit for no damage. Inkrave のパワーアーマーはホールアウト4で装着可能です。But he should be getting down to the point where he'll die. Once he dies, then we're able to exit the oil rig, ending cinematics plays, end of Fallout 2. アンソロジーの中身をググったら、123、タクティクス、ニュー、ベガスの5つ。で、今は多分2作目ですね。If you play with a violence set to low, あ、ついに膝をついた。あ、これで倒したのかな？That was found by accident. Wow. And that's the end of Fallout 2. All right. So, now, on to Fallout 3. あ、終わったみたいですね。さあ、2が終わって、多分このまま3ですかね。I'll take my time getting to the game so that we have time to crop. あ、3始まりますね。Well, this is actually good. So Fallout 3, we don't start from a new game because then we have to see ourselves being born and it's a cutscene and yeah, it takes a while. So instead, we have pre-made saves for starting the game. So I'm going to load one of the pre-made saves. But that also means that we skip naming our character. So originally, the incentive was for all the games except for 3. However, I found out about this today. And there we go. Now we're Chocolatine in Fallout 3. あ、始まりましたね、3。さあ、3も、ね、22分からのスタートになりますね。Liam Neeson, please be quiet. And it's bound to my mouse button, so I can do it a lot, very fast. And stats don't matter in this game, so I'm just going to put them all into strength, since that's the fastest to dump them into. And yeah, let's talk about quick save, quick load real quick. It's going to be used a lot. And the main reasons it will be used for are to clip through walls and to skip dialogue.Specifically, 医者タットを探す旅。お、元へ戻りましたね、画面が。多分カメラがちょっと間違ってたっぽいですね。Nuka-Cola truck. I missed the trigger though. And we just finished being a one-year-old, and we're now going to our 10th birthday party. 9年後。Being a speedrunner, I like to avoid a lot of social interactions, so I'm going to.Quick save, quick load through my birthday party and face through a wall. あれなんかいろんな人いたけど。And I'm going to do what's called stop hopping. Thank you. 今もなんか使って抜けたのかな。Stop hopping is this weird circle jumping thing. You'll see my like the camera flick around a lot like this. It's called stop hopping. Because when you land, クイックロールのセーブを繰り返して会話を全部する。Also, we shoot Jonas. 誕生日のケーキシーン。Dialogue between him and Liam Neeson. Oh, that's actually, yeah, we skip a dialogue between him and Liam Neeson, by shooting him once. But yeah, stop hopping. You're like, どうせしてる連中だからどうでもいい。かわいそうです。Jump. で、射撃練習かな。これ。Land and let go of W and jump. Pretty much, you're alternating between, jumping and holding W over and over while flicking your mouse, and it makes you move pretty fast. However, we won't be doing it the whole run.Because we're going to be doing another glitch called Speed Cripple. And Speed Cripple is really finicky. I'll explain it when we get there. Because right now, we are changing from 10 years old to 16 years old. And we're about to leave the vault. You're not supposed to leave the vault until like 18, 19. However, you'll see in a second. If we skip this dialogue with Liam Neeson, and then jump onto this table and clip through this wall. あ、なんかまたなんかやってる。Give it a second.And clip through this wall, and there we go. And now we are in the escape sequence that would normally play when you are like 18 years old. And we just can stop hop to the exit and leave the vault as a 16-year-old. However, 非常に目が悪いので、まあああいう画面になった時には少しこう目を閉じているのもいいかもしれないですね。Fallout 3 in New Vegas, you play as a voiceless protagonist. I guess 1 and 2 as well. You play as a voiceless protagonist.
That changes with the Fallout 3 speedrun because we're a child, so that means we share lines with all the other children in the game. And whenever we... Oh, come on, let's get this clip. 壁に体当たりしてるみたいですが。Whenever we exit combat, we're going to say, I guess it was nothing. And you'll hear that all throughout the run. And I can't get this clip. セーブロードを繰り返してるわけじゃなそうな気がしますけど。何やってんですよ、これは。Oh, maybe I have to come from far back.あ、抜けたみたいですね。さあ、どこまで一体飛んだのか。壁を抜けたら3年通過していた。壁とともに時間も通過してる。ちょっと待って、これまた何やってるんですか。I'll explain it now, I guess. So pretty much, in this game, when you break your legs, the game does a couple things. Two of them are, it reduces your movement speed from 100 units to 40 units. 足を折った瞬間にクイックロードすると、なぜか移動速度が速くなるバグを実行中。Break your legs and quick load at the same time. 死のループ。そんなバグがあるんですか。Then instead of taking away those 60 move speed units, it adds them on top. So then you move at 160 units. ポータルも確かに速くなりますね。But it doesn't always work on every launch of the game. Some launches of the game, it just flat out refuses to work. So that means that we actually have to quit out of the game and relaunch it and load our save again. So that's what we're going to have to do right here. So let me just relaunch this right here. While I try and get this glitch, we can take a few donations. We have a $25 donation from Noob Salmon.Oh, awesome. Awesome. Says, hello, tomato, salmon here. Hope you have a fun time. 一回落としてロードして直しましたね。なんか失敗したのかな。Also, a question for you. When will you send me one of your paintings? You know, like you promised. I did promise. PC ですね、今回は。Getting you there. Yeah, I'll do it eventually, salmon. Don't worry. はい、プラットフォーム PC って書いてあるので。A couple more.1997年のゲーム、今から13年くらい前ですね。これ多分初代のかな？初代が1997年か。Shout out to Jack. Do some more. We're still going for this. All right, we have a $25 donation. またロードし直しですね。Have to donate during one of my favorite franchises of all time.Fallout has gotten me through some rough times, and I'm thoroughly looking forward to seeing them all go by at the speed of light. Good luck to Tomato and thank you to everyone making this fantastic event possible. そうですね、23年前ですね。I actually just wanted to keep going until I hope we have a lot of donations. Keep going until I tell you to stop. I actually have one more thing because I know グリッチは時々発生しないので、発生する前にロードしてる。あ、なるほど。Right、now, じゃあバグが発生するまで足を骨折し続けるってことですね。うまくいったのかな？あ、いったみたいですね。Just really quickly, like you could notice how insanely precise that was. 16万人が骨折と思っている、確かにそうですね。まあただですね、この GDQ というイベントは、まあ日本語のリストリームだけじゃなくて、他にもいろんな国でリストリームされているので、まあ16万人、本当16万人以上ですね、の人が見てる。All right, we have a...$25 donation from Claptrap that says greetings from Germany. Thank you for all the runs. They are so amazing. And I want some whoa from the crowd. whoa. I guess whoa. Whoa. Interesting. Interesting choice. Bold move. I like it. I like it. all right. So now what we're doing is when we got our cliff cripple, our speed cripple, we were facing southeast.And it makes more sense to run and discover a location that we have to fast travel to later, right now, since we're already. 地味だけど高所から飛び降りるとき、セーブ&ロードで高度がリソットされてダメージを受けない仕様。いや、そういう仕様もあるんですね。
Oh, there was a kid's line. There it was. You'll hear that a couple times throughout the game. We're going to go and discover the Citadel location for later, since we're kind of close to it. But we can't just walk up to it and discover it right now, so we have to go out of bounds. So we're going to walk up to this corner and quick save, quick load like five times. And we have to go out of bounds version two to get through there. And now we have to get through this little gap. Hopefully, let's see. Sometimes you have to quick save, through that little gap, and if you do, there's a chance it'll crash. Thank God that didn't happen. The Citadel location is right up here. Somewhere around right there. I guess it was nothing. Again, okay. And now we discover the Citadel, so we go back to the wall. So, we're going to go back to the wall. I'm going to go back to the wall. I'm actually surprised you went for Cliff Cripple. Of course, dude. Cliff Cripple, yeah. I would have done Missile. No. Go big or go home. Yeah, I guess so. Yeah. So, now, if you're familiar with Fallout 3, pretty much the main goal of the game is to take your dad and take your dad to find a wall. 確かにそうですね。セキュリティも感じてる。確かにそうですね。私もどっちか分かってないので。He's in the Vault 112. He's in Tranquility Lane. And if you have browsed the internet and played this game, you know you can just go. You can go. Don't interrupt me, please. You can go straight to him and skip half the storyline. Turns out you don't need Liam Neeson. He's overpaid. ちなみに、Fallout 3に関しまして、結構なんかやったことある人がいるので、参考までに、お話ししておきますが、speedrun.com で Fallout 3は現在、14分35秒でクリアされている方がトップですね。日本人奏者の名前はここになさそうなので、もし今走ると、なんと日本1位になれる可能性がありますね。So we're going to go to Vault 87 and get the Gek. It makes another return in this game. The Gek is very prominent in these games, as I said earlier. So we can skip the Amnesian, just get the Gek, and then we'll go to the final one and then we'll go to the final one. So just so you know, that's the grand scope of what's going on right now. Also, there's an speedrun.com上では lifesaver. ないですね。So, with that being said, I've kind of outlined what's going on.Where I'm walking to, where ニコ動とか、ニコ動とかではいいのか。奏者なし、特有のあれ、走れば日本一ですね。まあ、speedrun.com に登録すれば、もれなく日本一になれるかもしれないです。I think that explained it more than it should have. Okay, we'll keep going. So sometimes, at one, your walk right here, you'll trigger. 動画上げてる人がいらっしゃるんですね。Fun fact, it'll fly and be fireworks above you.確かに、シダーのところの存在知らずに走ってる人はいるかもしれないですね。ちょっとそれは、ね、表示できないかな。そうですね、RIJ の加工時的な感じかもしれないですね。まあ、登録、あれもゲーム自体登録しないとダメですからね。もう興味がある方はぜひともやっていただいて。And there are posts about Fallout 3 and Skyrim. And for Fallout 3, the guy who ran, I believe his name is Sam. And the guy was running ass with a grenade. Sam. But yeah, I think that's pretty interesting how they would have their own speedrun tournaments inside of him. He also won Skyrim. He's a used to be.このジャパニーズリスリーブの配信管理やってた人で今まで走ったことがなかったっていう人も随時走り始めてる人がいて、なんかもうあるゲームで世界1位の記録出したりとかいう人もいるので、まあ実際にやってみると結構楽しいっていう声はありますね。まあ好きなゲームがあればぜひとも RTA をまあ一つ一つやってみるのもいいんじゃないのかなと思います。ね、避難ゲームをタイマーつけてやるだけで漏れなく日本一位、世界一位が取れるかもしれないと言ってる間にまたスルッと壁を抜けていく。これどこう歩いてるんだろう。いや、配信管理に広域なジョークとかは全然必要ないです。そんなの必要ないです。はい。
Okay, we're back. Oh, うまくいったのかな? I guess there was nothing. はい、おはようございます。So this is Murder Pass. Thankfully, it's behind a big locked door so the kids don't get in. Trash can skip, sweet. Nice. A quarter of a second. It was worth it. Worth it, yes. Also, one thing is I'm trying to avoid, like, dropping large distances.Because then you get like a little stagger. Let's see if I can. So I told you in place to go. 本当に外国製メタルマック。I don't want to do it on purpose. It's right there. But like sometimes when I'm running around, I try and like land on rocks to try and not fall as far. 抜けたら泳ぐは共通事項ってわけじゃないと思いますよ。抜けたら落下していくゲームもありますからね。Off the couch, you know. So now we're in Vault 87, and this is just a fiesta of out of bounds, and I absolutely love it. Right here, this is called Rock Boss because it's kind of hard. Just jump up. 本当これどこ今歩いてるのか全然わからない。Coming up again is this guy who we just zoop by, and then we make a daring leap and just go on through. And we're gonna do it again, and then we're gonna jump on top of this atrium.これどういうことなんだろう。And then access this door, and then hold backwards and quick save click load through the door, and then spawn in this hallway in front of Fox, the best NPC ever. Yeah, yeah, he is. I agree. We're going, but we have to free Fox. We have to activate the fire alarm. ちょっと目に悪いですね。まあ本当にこうフラッシュとか点滅とか強いやつだと気持ち悪くなる場合ありますし、あと FPS 視点とかってどうしてもその 3D 酔いする人とかもいるので、あまり直視しない方がいいかもしれないですね。ちょっと、あ、これダメだと思ったら目を離したりして、まあ、見ていただければなと思います。It sends you to a predetermined spot inside of the cell. So you'll always spawn back in that same spot. However, 4 is a little different, but we'll get there when we get there because, yeah, you'll see what I mean. You'll know exactly what I'm talking about. But right now we have to get the Gek, which I done goofed last time. Oh, I almost done goofed again. どれだけやり込んでるんでしょうね。I had it twice. Okay, there yes, we go. Yes, all right. That is so much easier than I made it look. That's honestly pretty free. We're going to go into third person. I died. We're going to go into third person and grab this Gek through the wall because you can put your head through walls kind of in third person, your camera through walls in third person. Let me make a safety save real quick. And grab things through walls. That's called third person interaction. That's in both 3 and New Vegas. I guess it was...yeah, that's right. 日本の RTA 配信こういう PC の FPS ゲームが増えてほしい。そう、PC で、まあ、ゲームをする方が私は増えてほしいと思ってますね。自分も結構 PC ゲーム好きな方なので。ロードし直した。なんか失敗したのかな? This is bound to work, right? Just, oh, it worked! There we go! Nice.Sorry. His comedic timing is impeccable. ああ、ツボとか、あ、PC でじわじわ増えてるかもしれない。それだと嬉しいですね。Oh, he's hungry. All right. So this is another cutscene where pretty much the Enclave showed up. We got the Gek, but that's what the Enclave wants. The Enclave back from Fallout 2, now in 3. And they're like, "Oh, you got the Gek. Put him on the vertibird. Let's go."And this dialogue is actually fastest in Japanese. However, Japanese was only released on the console, so there's not an official Japanese language release for PC. So we have to play in English since that's the fastest. Enclave. かっこここまで演出一回もなしに捕まる。Let's hear him talk. You're certain he's unharmed? Just wait for it. Yes, sir. He'll pass out shortly, but we can revive him.GCK を取ったけど、エンクレイブ残党に捕まっちゃった。私も英語わからないです。確かにジャパニーズって言われてるけど全然わからないです。Pretty much we have to go meet the president. It's not Dick Richardson, it's a different president. So, first though we are locked in our restraints, but President John Henry Eden is nice and he will let us go. エンクレーブ自体はさっきの2で壊滅してますね。残党という感じです。And now we just clip out of bounds.
はい、おはようございます。Cheryl, do you have any advice? Yeah. Quick save, quick load. Oh, it worked! Thank you. まあ、なんか本当ずっと抜けてますね、この3は。Thank you, Cheryl. So, right now, our goal is to talk to John. 前のシーンは日本語版だったら早く終わるってことだったんですね。なるほど、ありがとうございます。This big cylinder, and with that big cylinder, we will then go and...Pretty much purify. I think this is. I'm a bit rusty on my Fallout 3 lore and the semantics of it. Pretty much, we clip through this door, which is actually kind of hard. すいません、ちょっとたまに流れるのが早くて見落としたかもしれないです。合衆国残党。You get to hold two buttons at once instead of one, which is fun. We're gonna talk with John Henry Eden. Plot twist: he's a computer with a plant on his chest. I know. 審判にも日本語音声来てほしいな。And then we'll give it some thought. He wants us to be bad, and we're gonna say, No, I want to be good. And we have the vial, and I'll say, No, I didn't mean to get in this dialogue, I messed up. And then we go this way and try and clip out of it. This is Eden 大統領です。爆発されます。また爆発されるんですか？ As we were talking about earlier, the clips kind of vary based on what hardware you have. 最終戦争を生き延びた合衆国政府の末裔であり、その経緯から自らをウェイストランドの正当な後継者と自負し、ウェイストランドの覇権を握るべく構想を繰り返している。なるほど。ありがとうございます。完全に突っ走ってるだけですね。We start running this way. And we're running, and there's some Brotherhood of Steel. いや、爆発で死ぬやばな体してるやつが悪い。いや、それはしょうがないんじゃないのかな。Rotunda, and in the rotunda is a purification chamber. And that is where we type in the super secret password of 216. And that will then activate the purification device that our father had been working on.Also, speed cripple doesn't affect ちゃんと水の中を泳いでいる。There is a glitch that lets you walk on the bottom of the water, but I don't have the right.Binds to do that, otherwise, I'd show it off. It's called Time Stop. But yeah, we have to go and purify the water now. And John, no, Colonel Autumn will be there waiting for us, and he'll say something confrontational. 正直、日本全体の労働環境を変えないとやる気はなくて、携帯ゲームから下を戻ってくると思うがね。なかなか難しいというか。うん、そうですね。携帯ゲームからなかなか人戻ってこないかもしれないですね、それだと。せちがらい、本当にそう思いました、ちょっと。あ、これで今ので終わりなのかな？さあ、フォールアウトニューベガスが起動されたので、これからニューベガスですね。ラストダンジョンのところでラストボス倒すので水をきれいにしてエンド。なるほど。そう、さっきスマートフォン、携帯ゲームで RTA っていう話をしてたんですけど、いつだったかな、あったんですよね、そのスマートフォンのゲームを RTA するっていうのもあったので、はい、ね、携帯ゲームでもぜひとも RTA をやってみましょう。タイマーつけてやれば、それは立派な RTA になるのかな。We are a courier. We're delivering a very special package. そう、スマホゲー RTA ありますからね。Chandler from Friends, from you kids who weren't in the 90s. And we have to enter our name real quick. So we're going to enter Chocolatine. And yeah, so Fallout New Vegas now, the goal is there's a bunch of warring factions trying to take over New Vegas and do it for their own, like do their own thing.そう、ナンバータイトルある作品で、まあ、結構あれが好きだった、これが好きだったっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりどのゲームもやっぱり面白いところってあるんですよね。どこが好きかっていうのはやっぱり人の感性というか、まあ、十人十色で変わるので。
that is exactly what 私はどのゲームが好きでもいいと思います。and then similar to Fallout 3, Fallout New Vegas has a bunch of quick save, quick load clips, and also dialogue skips. So you see that a lot. However, 賛否両論があったとしても、私は好きならそれでいいじゃないですかって俺は思うので。自分が好きなゲームを楽しん、まあやり込んで楽しんで。まあ、こういう RTA をやってる方々もいらっしゃると思いますので。ニューベガスは自分の頭をマグナムでぶっ飛ばされてその敵を撃つ。すごい話だな。ネトゲの RTA、ネトゲじゃないけど、自分が知ってるのとファクトリオはマルチで協力でやってるっていうのはありますね。ネトゲは多分ないんじゃないのかな、あんのかな、ちょっとそこら辺は有識者がいればわかるかもしれないですけど。そうですね、頭ぶっ放されてるのでなぜ生きてるのかっていう不思議はありますね。Right away, I'm going to equip the shotgun. I'm going to switch to the aid tab so that we can bind stim packs later and fast travel to good springs. We're going to stop hop on over to the ネトゲでもやってる人いるんですね。F14 と麻雀までの RTA。ロール RTA って感じで。ドラクエ10や F11 でやってる人いる。Because he always spawns with it in his inventory. This is why he made a bad decision. He didn't put it in the stock that day. So we're then going to. パスオブエグザイルは確かに有名ですね。あの世界大会というか、まあ大会もありましたからね。The revolver. And because I'm about to do a glitch called Infinite Dash, and that's the glitch I was talking about earlier. But just wait. So there's a glitch in this game called Reload Dash. If you're walking with a gun that has multiple ammo types and a one bullet at a time animation like this.このゲームは1人を除いて全 NPC を、あ、すごい、え、そんなゲームなの、へえ。まあただネトゲの場合だとサービスが終わっちゃうとそれできなくなっちゃうからっていう問題はありそうですけどね。もうすでになんかよくわからないんだけど、何この、何これ、これ加速だけじゃなくてなんか空中浮いてるようにも見えるんだけど。あ、普通の速度に戻ったのかな？え？何これ？グレード食らって死んだ瞬間の加速はなんやかんやしたっぽい。And then we're going to Nellis Air Force Base. We're going to raid Area 51. なんか全部でセーブロードで。But yeah, pretty much we're discovering all these locations because we need to meet all these different tribes. 悪さしてんのかな？だって初代1もあったでしょ？ 2 もあったでしょ？ 3 もあったでしょ？で、これでもあるんでしょ？ベガスでも。ってことは、今のところ5作品中4作品は全部セーブ&ロードでなんとかできちゃうゲームってこと？これが空軍基地。え？ちょっと。今普通に飛んだような気がする。どうなってんだろうこれ。
This isn't Yes Man, this is Victor. Victor is Western Yes Man. But the first group inside of Vegas that we're going to go meet is the guys at the Ultralux, the White Glove Society. Spoiler alert, they are cannibals. まあ、ワロテンじゃねえって言われても、なんかこう、不思議な現象を見ると、こう、なんだろう、もう笑うしかないっていう状況ってあるじゃないですか。なんかもうまさにそれになってしまって、笑ってしまってます。すいません。Because the dude at the front took it. We're going to meet Mortimer, say goodbye. We now can pass judgment on them. We now know enough about them. ニューベガスは核戦争の被害者をかなり抑えて、今でもカジノが動いてる。へぇー。Equip our revolver. Reload dash over to the top. いや、フォールアウトの作品がある、フォールアウトっていうゲームがあるのは知ってたんですよ。だけど、私、一作品もやったことないし、RTA も走ったことないので、全然わからないんですよ。何も知らない人が初見でこれを見て、いや、もう何も言葉が出てこない。そんな感じですね。核の被害が多かったのが、東海岸で、これは西海岸で割と平和。今なんかコメント読みながらでもなんかドンとやったよね。運び屋だから、やつは死ぬ運命だった。気に入らないやつはやっぱり撃たないとね。まあ、運命はしょうがない。え？レベルアップで会話術を上げて、クリア条件レベルを目指してる。They're both chasing us, and we want only the NCR guy to catch us because he's wired. 基本までやってるけど自分もわからないです。ですよね。そうなりますよね。We don't want Volpes to catch us, the guy from the Legion, because he's slow. But anyways, we have to pretty much get Yes Man a throne for him to, for himself to sit upon for when he becomes the king of a new Vegas. So.発売した順番が別々になっちゃいます。さっきロボットの顔を、ロボットになんか顔が出てたのが ありましたけど、あれ見て、こう、アンダーテイルのラスボスを思い出しました。なんかぶっ放してペガスの主を暗殺。Wow, he does this weird yell thing. But that's the next time we talk with him. However, it's more efficient to talk to him only once rather than twice. This is bad hat RNG. You can spawn with a random hat. No hat, bad RNG. We need to meet the rest of the tribe, so we only have to talk to him once rather than twice. So we're going to come here, going to meet the Omertas. They yell at us, and we leave, and we've now met them.I'm going to discover a fast travel location over here real quick. ハウス殺して顔のついてるイエスマンに頼むのか。And now we're going to go to the other two groups that are remaining, the Brotherhood of Steel and the Greek Khans. Now these are a bit of, okay, this is interesting. That's fine though. These are a bit interesting and unorthodox methods of meeting people and getting to know them to pass judgment because The Brotherhood of Steel, they wear powerful armor, so if we shoot them once, we realize, whoa, they're strong, I don't want to fight them, they can live. So that's how we know that we don't want to kill them. Now the Great Khans are even more different. We don't have to interact with any of them. Instead, we show up, we go to the middle of their area, we just stand here, walk around, admire the architecture, say, this is pretty nice, let's not kill them. And now we've met them, and we can pass judgment on them. So...Now we have to go and tell Yes Man that we don't want to harm any of them. So we're going to reload dash over to Yes Man. Try this. This is Volpes. He is the worst because if he, well, that's a weird sound. If he catches you, man, oh man, will you lose a second? なんかまた瞬間移動したような気が。Go over to Yes Man. Talk with him. That dude looks cool. Oh, okay, Yes Man. Talk about the tribes. Stay familiar with the boomers. I've visited the cons.
all these guys are okay, come join me at the Lucky 38. And now they all get to live because we are a benevolent God. まあ自分以外死んだら争い起こらなくて平和としてわかる。まあ確かにそうかもしれないですけど、それは結構危ないかもしれないですね。リロードダッシュ。I would warn you, right here there's something kind of loud, so maybe turn down the volume like at home just a little bit for a second. Pretty much when he finds こういうゲームじゃないとも言い切れない。As you can see, it's building up, building up. これ今進行具合的にどうなっ、あれ？ Yeah. え？ But now he's in control, so it was worth it. And now he's gonna say, whoa, there's a lot of weapons down here. Let me show you in a really long demonstration.イエスマンがハウスの PC を乗っ取った。へえ、おおよそ終盤に近い。もう終盤なんですね。Instead of watching though, we're going to stand by the door, third person interact with an elevator, and just alternate quick save, quick load, and waiting. イエスマン君がメインシステムを乗っ取りました。Something you'll also know if Tomato is moving outside is that he'll quick save and quick load if he has to fall really high distance, because this actually resets his fall speed and stops him from taking fall damage. Yeah, really. そうですね。多分最後の一作目が、まあ結構時間かかるんじゃないのかなって思います。Very handy in the game that you get launched up and become a plane. So. Can you also use it to stop yourself from dashing as well? Yes, yes. It completely stops your momentum and resets it to zero. Except for that one thing outside of the Brotherhood Steel. イエスマン君が戦力紹介中なんだけど、めんどくさいので会話を休憩で飛ばして、かわいそう。あ、これ最後、あれヴェガスが最後だっけ？あれ？ちょっと待って、あれ ?1、2、3、ニューヴェガス、あれ5作品って言ってなかったっけ？あれこれでラストだっけ？あれちょっと待って。あ、ちょっと待って。歴代5作品だよね。1、2、3、ニューヴェガス4ってやるみたいですね。ん？タクティクスだっけ？自分が教えてもらったのは1、2、3、ニューヴェガスと4ってさっき言ってたような気がする。あれタクティクスだったっけ？どっちだっけ？So now back at the Lucky 38, we get to go up. ちなみにあのスタッフの方で教えてくれた人は4でしたね。まあこれが終わったら多分出てくると思うので。So, fingers crossed that it works. This one, for some reason, sometimes you'll ragdoll, which... Please. Oh, that's the wrong button. No? Oh, that was close. Just have to load this auto... Thankfully, they give us an autosave here. これラストの？え？ No? あ、まだセーブアンドロードしてる。I'll get this. You got this, man. Do we have any donations attending, or...? All right.There's some technical things with the tracker right now, so that's why. I mean, Fallout's kind of buggy, the tracker's kind of buggy. All right, so now we have infinite dash. I'm going to try and snake my way around over this river and around the Hoover Dam. Get stuck on a wall, totally intended.フィーバーダムだからラストダンジョン。So、here it's also important that you グレネードの爆風を利用した高速移動バグ。Bad, ダムの制圧。Walls, so kinda, yeah. But now we are in the end area in the game, and this is why we were leveling up our speech so high the whole time, because we need to talk with this dude, the legate known as Lanius. And we're going to pick a very precise dialogue lines and tell him, hey, you shouldn't fight. And we're really strong, even though we just.We min-max speech, and he'll say, oh, okay, he seems scary, and then he'll leave. あとはラスボスを会話で退散させて終了。Reload dash over this wall, and this triggers the final dialogue of the game, with this guy, General Lee Oliver, final level up as well. There's two funny things I want to show you at the end of this run. One is just a little ending to Lee Oliver's story, where if you just, instead of doing the fast one, you pick all the top dialogues.これで終わり？じゃないのか。まだある。え、ちょっと待って。ちょっと今放り投げられた。Yeah.
And now, yes, man, we become a Securitron, and yes, man talks to us. And this Fallout New Vegas. So nice, great job, man. Halfway done. Yes. ああなるほどね、悪いやつを放り投げて終わり。So the end credits in this game, I'm not sure if it's this way in Fallout 3, I believe it is, I'm not 100% sure, don't quote me on that. If you use the enable player's control, command console, you get a walk around. It's actually a slideshow, they put you in front of and you watch. The best part though, Ron the narrator stands right behind and talking to you the whole time. Yeah, it's great. And you can kill him and drag his body around and throw him off, but then he like slides in from the other side. He just doesn't want to leave. But yeah, so that's Fallout New Vegas. So let's move on to Fallout 4. Fallout 4? Right. So, we have finished 4 of the 5 games, but we're halfway there. Fallout 4 is the big one, and man, is it... Whoa. Some may like to use the word overstratted. こっから1時間近くやるみたいですね。もし4だけでもこう説明いき、きますっていう方いらっしゃったら言っていただければ対応いたしますので、もし4を知ってそうな人がなんかコメント欄にすごい多そうなので、ぜひとも来ていただければなと思います。じゃないとね、私がまたこう黙々となんか話すだけになっちゃうので。Which is preset 3 for both. It's the Asian and the redhead. It's canonical, okay? So we do that again. So these games also, by the way, have all been limited to 60 FPS, in this, as you can see in this top right corner. The reason for that is because the physics of the are a bit unreliable when you play at higher FPSs, especially Fallout 4. All of the physics in Fallout 4 are tied to the FPS. So if you play at a very high FPS, then like you'll run really fast. And that's a bit unfair to people who can't afford PCs that run games at 240 FPS. So as a community, we limit our frame rate to 60. Fallout 4の解説の方を、はい、ストーリー解説とかでも全然大丈夫です。私知らないので、ある程度は知ってるけど、本当にこう、なんだろう、確か核シェルターに逃げ込んで、日付がいきなり吹っ飛んでっていうくらいしか分からないので。One is called cover sliding, which is a it used to be a huge. もし知ってる方いらっしゃったら、ぜひともDiscordに参加していただいて、お話ししていただければと思います。Honestly, probably a third of my time playing this game has been like that. Discordの参加の方は下のパネルの方に、スイッチの下のパネルの方にですね、書いてありますので。One of them is cover sliding, a very minor part of the run. The other thing, though, are vendor glitches. We do 2 different vendor glitches in the run to buy items because we're not going to have a lot of caps, and those were patched out. Everything else, though, is as far as I'm aware, is still in the game. Item physics is a little bit differently with how we do some clips later on, but it's still all very doable on current. まだ平和な時代って感じですね。And the cover slides, but I don't blame Bethesda for not patching these things, because there's no way in the world you would be able to find most of these things unless you're a speedrunner. So do our stats real quick, and Chocolatine will set out on its final adventure. And for our stats, agility, and dump the rest into luck. We did a lot into endurance because of... Oh, I did that early, my bad. We put all into endurance because endurance decreases the draining rate of your AP bar. So... Nora's missing. It's because I messed up. There we go. It decreases the draining rate of your AP bar, which is good. That means we can sprint more. Agility increases the total amount of action points we have. Increases your AP bar. So that means you can sprint more. That's good. Luck doesn't matter. The last 2 points don't matter. They wouldn't affect the run anyway at all in whatever special stat we put them in. So we just dump in the luck because they're the fastest physically to put them in. Also, while I wait, I need to... There we go. Ignore that. There we go. Okay, I just needed to launch something real quick to run in the background. Pretty much, yeah, so those are our stats. The bombs are about to drop, and in the canon of the speedrun, we're going to run at breakneck speed outside of the door. We're going to jump over a hedge, leaving our wife and child behind.
But if you listen closely, she's right behind us. Listen, wait, I believe she speaks here. Maybe not. I guess there's nothing. Oh, why? But yeah, she somehow, we just breakneck speed up to this guy. When we talk with the officer, if we mashed E to talk to him again at the end of when he was saying list, and it skipped his next line of dialogue, which is nice. And now, here's where the glitch explanations begin. There is a lot to explain right here. First is something that I've started calling Clive. Thank you, guy in the YouTube comment who commented about this the other day, because it's a great name for it. Clive stands for clip into vault elevator. If you spam escape as the elevator is low and you're lowering, you go through the floor. We're not gonna do it as we enter. We're gonna do it pretty much when we're not gonna do it in this part. We're gonna do it right after this loading screen. And that'll make it so we fall through the floor and can enter the vault early. I have escape onto my scroll wheel for this. Let's hope that this works. はい、というわけでですね、フォールアウト4の、開発ストーリーの開発をしていただきます、チャモさんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。フォールアウト4はですね、ちょっと一般のプレイだけで RTA とか走ってるっていうわけではないんですけど、ちょっとストーリーとか、まあ、その他について解説できるところがあると思ったので、来ました。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、フォールアウト4なんですけど、ちょっとじゃあ今のところのストーリーだけちょっと解説しておきます。現代のアメリカでいきなり核戦争が起きてしまったっていう話が起きてしまって、人類が絶滅危機の状態になって数百年の時が経って、その荒野の中を戦うってっていうのがフォールアウトの世界観なんですけど、フォールアウト4はなんと現代から物語がスタートするんですね。これまだその核戦争が起こる前です。核戦争が起こる前の普通の一般家庭の、まあ、主人公男と主人公女、まあ、夫婦と、あと息子の赤ちゃんショーンが確か生活してたんですけど、その最中にいきなり核戦争が起こってしまって、それでこのボルトっていう、まあ、何でしょう、核シェルターの中に避難してきたっていうところですね。で、一応まあここからどんどんちょっと物語が進んでいくんですけど、基本的にこのゲームはルートがいくつか分かれてます。途中からまあいろんな組織が出てきて、その組織のまあ中にまあ、介入していって、まあ、エンディングがマルチエンディングでいくつかあるんですけど、まあ、ちょっとどのルートに行くのかっていうのもちょっと気になってるところですね。で、今この主人公たちがちょっとチェックをするから、まあ、機械の中に入ってくれと言われて、まあ、今中に入ったんですけど、まあ、っていう状態です。なるほど。はい。ですね。まあ、あんまネタバレっぽくはない、ならないかな。まあ、一応ここで一応話を進めていくんですけど、これなんでしょうね、操作さんが持ってるもの。あ、一応ここからしばらくムービーです。あ、操作さんのバグの説明らしいですね。あ、ちゃんとこんな小道具を用意してあれするんですね。解説するんですね。多分初めて見ました、私も。はい、ちょっとびっくりですね。この、まあ、フォールアウト、今のうちにちょっとフォールアウトの、いろんなちょっと情報を説明させていただくと、フォールアウト4に関しては、DLC が3種類出ています。で、1つは、その、なんでしょう、一応街を作るというか、なんかよく錬金術師とか大工とか言われてるんですけど、まあ、その中ではその街を作っていく、それの拡張パッチと、あとストーリーモードと、あと新マップとか新ストーリーの追加っていうのが一個一個出てるので、多分そのルートにはいかないとは思うんですけど、一応それにも新しい組織が出てきてるっていうような形があるので、まあ、多分関係はないのかなと思います。あ、そうですね、実はちょっと今話してる中でやってたんですけど、その主人公たちがチェックのために入れた機械は実はコールドスリープする機械で、主人公とあと奥さんと息子全員コールドスリープさせられてしまいます。で、そんな最中で今ふと目が覚めて前を見てみたら、息子が誘拐されて、それで奥さんが何者かに撃ち殺されるというショッキングな映像を見せられて、再度主人公はまたコールドスリープさせられてしまうっていうところですね。
First things first, we're going to run to the right. We're going to ignore our dead spouse. We're going to pull out our fist because that skips the. とりあえず主人公はここから脱出します。あ、あの、もし昆虫が苦手な方いたら、ちょっとショッキングなものがいっぱい見えるので、少しだけ気をつけてください。正直、そうですね、G ですね。結構リアルで怖いんですよ、このショッパーの見たとき。結構虫苦手なので、なんかすごい意味わかんなくてしますね。miss the jump, go up here, and then we're going to quick save because this might get messy. We're going to click straight up onto the narrow wall. We're going to make another quick save. We're going to jump to here. We're going to save. 笑いますね。こういう自分の知ってるバグゲームのバグして壁抜けしてるの見るとちょっと面白いですね。RNG manipulation. Here we go. We're going to make the jump this time. We're going to jump again. Do this weird pixel walk. Go past the COC plane. Turn back around. Go underneath. Try and hit the COC2 plane.一応ここのステージに関してはもうあの出口の方に向かうとそこであの何でしたっけピップボーイっていう腕につけるあの3とかでも使ってたと思うんですけどあれを手に入れた上でまあこのボルト111から脱出するっていうのが本来のシナリオなんですけど多分本来のルートを通ってないんでその腕にピップボーイもついてないですね。このあの荒廃した世界は一応あの主人公たちが住んでいたところなんだけどもうあの数百年の時が経っちゃってっていうような形でもうボロボロになっちゃってます。And then we get upwarped to Green Tech Genetics, which is like almost the dead center of the map. So now we have Green Tech Genetics discovered right there, which is the location we need to come back to later, or a million miles from Vault 111, which is really cool. I made a quick save as soon as I discovered Vault 1 or Green Tech Genetics because I'm going to do a glitch called load warping. I'll explain that later. all you need to know is that it will.ついでに主人公たちはやはりこの各世界で、あ、てかこれ3もか分かんないです。確か3もだと思うんですけど、基本的にもう放射線で水とか汚染されてるので、水とかに入るとその分、体がどんどん汚染されていきます。で、一応汚染を取り除くアイテムとかもあるんですけど、まあ、それを使わない限り、HP の最大値がどんどん減っていきます。左下に出てるプラス5。ラッドっていうのはどんどん放射能で汚染されてその赤いゲージは回復不可能になってるよっていうような状態ですね。インスティチュートのところか。あ、まあ各ルートいくつかあるんですけど、まあなんだっけ、あ、やべ、まあ基本的に4つかなんかに分かれます。何でしたっけ、愛国者じゃなくて何だっけな、まあなんか基本的に民間兵の対象になるルートと、あと何やばい名前全部忘れちゃったな、組織の名前。あ、そうですね、ミニッツメンですね、懐かしい。ミニッツメンルートと、レールロード、はい、なんか、基本的に何でしょうね、なんか、ロボットというか、まあ、変な、人間に入れ替わる暗躍組織みたいなのがいるんですよ。それが、レールロードルートです。はい、それが、違う、インスティチュートだ。で、それに対する敵対がレールロードで、あとは BOS っていうような形でルートが分かれてるんですよね。このところで将軍っていうのはもう本当にミニッツメンルートの相方がもう口癖のようにとりあえず仕事を将軍に押し付けてくるっていうような形でよくネタにされてますね。とりあえずワープ繰り返してるんですけど、ここも普段最初の方じゃ絶対来れませんね。一応その一番最初脱出したところから結構距離があるので、それでも解説ストーリー説明していただけてるので本当助かります。いえいえ、すみません、なんか一方的にちょっと知ってる情報を話してるだけなんで解説になってるかどうかわからないですけど、
いや、非常に分かりやすいです。はい、ありがとうございます。ただ、ここからのルートに入って、この町からどっかのルートにっていうのは確かなかったと思うんで、多分装備をここで購入したりとか、アイテムを購入してるんだと思います。I'm going to steal the fat man, steal the mini nuke, make a quick save, load the save I made in the sewer, but then I'll have to quit back. It'll load me out of bounds because we just went over that. That sometimes happens. So I have to reload it. 本当に知らないバグばっかり使ってますね。お金とかすげえ取ってますね。And then I will swim backwards into the loading zone, which will make the screen fade to black. During the fade to black, I press quick load. So right now.I press quick load. This will load me on the other side of that loading zone, but I'll be the character from the quick save. 今撮ったのは、ミニリューク、ミニリュークだっけ？名前忘れちゃったの。まあ、とりあえず、小型の核弾頭を発射できるロケットランチャーみたいなアイテムですね。ちょっと単発なの多分最強候補の武器だと思います。And that's just to like pass your inventory to a certain location. Yes. Yes. Exactly. Our inventory and all quests. まだ物騒な武器を。そうですね。あ、そうですね。ミニニュークですね。We still care to did everything that the one going to Good Neighbor did. あ、違う。そう、ぬかランチャーか。もうあれぬかランは、あ、違う。ぬかランでいいのか。ぬかランチャーか。I like your pink wristband. Thanks. あ、それだ。打つのはぬかランチャー。弾頭はミニニューク。そうですね。I had to bind everything now.And now we're going to go and まあ、とりあえず小型の核が撃てるとんでもないやばい武器だよっていうのは覚えておいていただければ大丈夫だと思います。Because it's going to more or less lead to us corrupting our save in a bit. And that's where things get even more interesting. If you thought that invisible planes and stuff, oh, okay, good thing I made a quick save. If you thought that invisible planes and hitting cell floors wasn't enough, just you wait. Oh man, all right. Sometimes you just fail a jump.なんか儀式っぽいのやってますね。そうですね。抜けるんですかね。ただ、さっきから本当になんかよくわかんないけど、どんどん街を高速でってかワープできてるんで、本当に謎だな。これただ意地でも飛び越えたかっただけなんですかね。ただセーブしたってことは、なんかやってるんでしょうね。セッティングですかね。あ、普通にジャンプ失敗してただけで飛び越えたかっただけっぽいですね。あ、やっぱ、とりあえず乗り越えたかったんですね、あそこ。We're going to do a different vendor glitch, and this one is a bit more simple than the whole stack underflow overflow thing. We're just going to talk. じゃあこういうふうになんかいろんな各地に町があるんですけど、主人公はその町と仲良くなることで、その町のなんでしょう、改造権みたいなのを得られるんですよ。はい、はい、それで例えばここの今いる町とかは確か仲良くなるとその後の何でしょう設備を使えるようになるっていうような形が出た後にその町になんか例えば壁を設置したりだとか建物を設置したりだとかっていうのでその町のカスタマイズっていうのもこのゲームの売りだったりします。結構それで自分好みの町を作っていくっていうのがにハマっちゃってひたすらそればっかやっちゃう人とかも結構いまして。なのでね、正直、このフォールアウト4は、今やったとしてもすごい面白いゲームなので、ちょっと興味ある方はぜひ、やってみてほしいなっていうのは思いますね。We're gonna be doing that once we get to, さっきピップボーイ可愛かったのあれ、モッドがなんか入れてるんですかね。Pardon me. そうですね、マイクラとか動物の森みたいに自分好みな街を作ったりとか住民も自分好みな住人を集めて例えば男性だけのすごい屈強な男たちの集まる街とかも作れますね。And the overall idea, right, is that you're making the game forget that you're wearing armor, kind, right? Kind of, yeah. The game forgets that we're wearing the armor, more or less. We can just put more on. この三角コーンがやっぱなんかワープに必要なんですかね。あ、じゃあ壁抜けに必要なんですかね。やっぱり。Just like that. Nice. 高くジャンプしてんじゃないですか、あれで。で、それで壁をこう飛び越えて変なところに行くっていう感じですかね。あ、そういう形ですかね。Loading it later on to set up a punch warp. ひたすら抜けますね。Get used to the loading screens. There's gonna be a lot of them.
Right away gonna make a save for load warping, no, for setting up a punch warp later on, as I just said. Then I'm gonna make another save, which is gonna be in front of this door.ここダイヤモンドシティっていう基本的にそのフォールアウト4でよく訪れることになる一応最大級の街ですね。野球球場を改造して作られた街で、ここで割と仲間になるキャラクターとかが結構人気だったりしますね。Go and sequence break the game. When you go back to there later on, he'll be there instead of having to go save him. But first, we need to enter the corruption zone, which is called the hex zone. So now we've corrupted the game. The black screen. すごいどうでもいい話なんですけど、この世界だと思う。その野球っていうのはどんなスポーツかわからないので、なんでしょう、ダイヤモンドで何をしてたかっていうので、確かスワッター、そうですね、スワッターっていうバットで相手を殴り殺すスポーツみたいな形で伝わっちゃってて、完全野球を勘違いした人たちがいっぱいいるんですよ。で基本的にバットは相手を、まあ、バットというかスワッターは相手を殴り殺すための道具ですね。そうですね、相手の頭を潰すのが野球ですね。Is we loaded on the other side of the door, and the animation of opening the door was interrupted. So we did get it this time. 物騒すぎる。So this means that we'll be able to put on a second pair of pants. So Covert, put on this second pair of pants. 結構そういったところでなんでしょう、ブラックジョークというかみたいなところも結構ネタに含むネタがすごいぶっ飛んでるところがいっぱいあって、そういうのも結構楽しめるところの一つですね。Oh, sweet. So he right now, not only does he have plus 20% movement speed from his first pair of pants, でも本当にどこのルートに行くのかが、今のところ、なんでしょう、そのルートに関わってるようなフラグを回収してるのか、してない感じがするんですよね。そのフラグが、のいっぱいある街みたいなのが、まだ一回も出てきてないので。And this is pretty much, this was found, I want to say August. And man, has my life been miserable since August. It has taken this game and just completely turned it into something else as a speed. パンツ2枚履くバグの実践。But yeah, it's really fun once you get it set up. Really fun to play with. Total pain in the ass to set up. Yeah, you're in for a treat once we finish this. It's really fun to watch and play as once it's all done. So how did you figure out how many times you're supposed to do this, Tomato? Oh wait, one second. You have to put on another pair of pants. 地雷を置いて建物に入って出てくるとワープするんですかね。I just hit the second one. So ズボン2枚履こうとしてますね。Pretty much. Also, you're not seeing me pull up my Pip-Boy during this because I bound. いろいろとバグの説明をしてるっぽいですけど。さっぱりわからない。さっぱりわからないですね。And have to do them all individually. But it was discovered the exact amount of times, like, most beneficial to do this because as you stack more and more, you get diminishing returns. Yeah, you're adding 20% overall, but plus 20%. そういえば、急遽入ってもらったので、あれなんですけど、はい。まあ、後ほどでも大丈夫なんですけど、まあ、ホールアウト歴とか、そういうなんか、自己紹介的なものを少し絡んでいただいても大丈夫ですし、なんか宣伝したことがあったら、ちょこっと言っていただいても大丈夫です。あ、そうですか。まあ、すみません。本当に基本的 RTA は視聴税で、フォールアウトに関しても、もともとスカイリムとかが大好きで、そこからフォールアウト4もやってっていうような形なので、他の実はフォールアウトはやったことがないんですよ。一応情報というか、いろいろそういうのは調べてはいるんですけど。なので、基本的にそういったところはあまりですね。本当にただ、ちょっと時間があって、いつもやってる人とか飛び入りで来るよなっていうのを。見てて、なんとなく自分も、あ、これならできるなって思って来たっていうような形なので、非常に助かっております。いえいえ、すいません、なんか本当に、ちゃんと解説できてるかわからないんですけど。いや、解説になってると思います。あ、そうですか。ありがとうございます。いや、本当にひどい時だと、はい、ゲーム誰も知らない、バグも誰も知らない、けどバグは動いてる、ゲームは進んでるっていうので。
何やってんだろうねだけで、あのゲーム終わっちゃうときあるんで。あー、僕も見たことありますね、本当に。あー、すげえ壁抜けてる、おーすおーすげえ、おーおー、もうこれエンディングか、おーおーおーって言って配信終わってるときありますよね。はい、非常に助かっております。こうなんで一応本当にストーリーとかだけでも良ければと思って、あのちょっとまだあと30分ぐらいありますけど、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。Nice. You're doing a great job, so man. Thank you. Yeah. 今この画像映ってますけど、この画像がその戦闘用の洋服ですね。こういう服装をしながらバットで相手を殴り殺していたっていうふうに野球は伝わってます。それ用のね、野球用の装備を売ってくれるお店とかもこのダイヤモンドシティにあって。そこで、なんだろう、その、プロの殺人鬼の、まあ、野球カードなんですけど、を集めてるおじさんがいたりとか。そうですね、ダイヤモンドシティの警備員、この服装ですね。That looked okay, but that might have been a tad early, but I think it was okay. Let's see. 結構このフォールアウトシリーズも、あと、まあ同じ会社が、うん？進みましたかね。Good, good. Yeah, this is fun. We're having fun. We're having fun. Let's see. How to kill the time. How to kill the time. Okay.So, which of the Fallouts did you get into running first? So, oh, that's a good question. This one. とりあえず重ね着してたって感じですね。7枚今、あの後ろの方が履いてるようなんで、バグであの重ね着したって感じですね、今現在が。バグで重ね着した。洋服たくさん。来たというより多分あれなんですかね、なんかフラグの回収でもしたんですかね。本当にどうなってるの、成功とか、全くこういったバグに関してもちょっとわからないので、とりあえず来てってるってことは、なんか進んでるんでしょうね、これ。ですね、また来始めましたかね。そうですね。I was speed bullied by another runner saying, ステータスさんを上げてる。あ、一応この、あの、4も、あの、3と同じようにパークシステムが導入されてまして、一応、あの、レベルアップをするごとに、どん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 ステータスを上げていけます。で、あの、それによって、まあ、主人公が特殊な能力を得たりとか、例えば人の血をすすれるというか、まあ、あの、日本だと一応そういう表現になってるんですけど、ようになったりって、化け物じみた能力を得たりとか、まあ、それで本当に自分自身でも、どんどんカスタマイズしていくっていうのもこのゲームの売りのうちの一つですね。そしてさらにあと2枚切るみたいですね。ああ、じゃあこれまだしばらく繰り返すんですね。唐突にエンディングとかに入られると、あのどのルートのエンディングなのかとか分からなくなる可能性があるんで、ちょっと怖いんですよね。いきなりこうやった、意外ワープして、はい、おしまいですって言われると。どのエンディングだろうこれってなるんで。そうですね、謎の肉ですね。一応日本語だと謎の肉っていう表記なんですけど、海外版だとまあもろ人間の肉っていうふうに書かれてるらしいですね。へえ。日本はそういう規制があるのか、まあ、基本的にそういう直接的なあの表現は避けてるところが多い感じなんですよね。I feel like I should try speedrun something after this. I feel like I'd get a PB first try. Yeah. That's a good idea. 176. レベルが上がると放射能で回復していく。そうですね、そういったパークもあって、本当にどん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 人外になっていきますね。結構このゲーム、グロい表現も多くて、まあ、4のパークで言えば、あのヘッドショットをすると相手の頭が弾け飛んで、目玉が飛び出て、目玉が転がるとかも余裕であるので、結構そのゴア表現というか、あと腕が吹き飛ぶとかも全然当たり前のようにありますし。
まあ、そういうちょっとグローテスクな映像とかが苦手な方、あともう本当に巨大なゴキブリ、巨大な G が苦手な方はちょっとお勧めできないですけど、本当にそういうの別に大丈夫だっていう方で、あと本当にオープンワールドで有名な会社が作ってるので、まあ、それこそ本当に自由度も高いですし、その気になれば本当に町一つ全員自分の手で殺戮していくなんていうことも全然できちゃうような自由度の高さなので、そういったところやっぱ面白いですね。うん、ついに動き出しましたね。ですね。ここからどうなるんでしょう。あと30分。Punch warps are stored through quick save, so you can set one up.Load an old save. そしてあとこのゲーム有名なのがモッドをいろいろ導入できるってことですね。結構ファンの方とかがゲームに追加要素とか、あと例えばゴキブリの見た目を猫ちゃんに変えるだとか、まあそういったソフトを開発してて、それをまあ自分で導入すると、そういった感じで自分でどん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 ゲームを拡張していけるっていうところが結構魅力的な一つですね。これスカイリムにも同じこと言えるんですけど、武器の追加とか見た目をもっとかっこよくするとか洋服を追加するとか、まあそういったこともいろいろやれます。もちろんこれはちょっと RTA なので多分普通に何もそういったモッドとかは導入してないって言いたいんですけど、この壁紙を変えたりとかピンク色に変えるってこれ多分モッドで変えてるんですよね。なのでまあ基本的なシステム的な部分はいじってはないと思いますけど、まあこういうのも自分で変えたりとかもできます。The game will load really weirdly and it'll drop us in a location around right here instead of the full distance. So about nose height. Yes. Where it drops us, very, very fortunate because it drops us. あ、これも頭にカチュアルための座ったのとですね。So this was actually discovered by two members of the community. カチュアルってレベルじゃないような気がするんですけど。ええ、これはまあ野球でよく使われてる。皆さんも野球見るとこれよくプロの野球選手がね使ってんの見たことあると思うので。Pretty much rerouted the game in secret and then did a big reveal for the route. It was a huge deal in the community. We called it 5.0 since it was the fifth major iteration of the route being changed. But yeah, right now we're loading across the map in a bunch of different places. One of them is going to be a place called Lexington, which is the location we need to fast travel to later. Very fortunate we discover that as well. I have no clue how they figured this out. I see now. Absolutely.打ちたくないんだよな、俺。打ちたくないからと思ってるんですよ、俺。いや、完全にちょっと、この仕込みというか、ここら辺に関しては本当にちょっと僕も分かんないんで、基本的にね、こういう話しかできなくて。本当わけわかんないですからね。そうですね。これミニッツメンですね。ストーリーをちゃんとなぞると、そのミニッツメンっていう、まあ、民間の味方のうちのメンバーがこの建物に逃げ込んでて、それを主人公に助けてくれって言って建物の前で助けを求めるっていうイベントがあるんですよね。一応このステージをクリアすると、まあそのミニッツメンの仲間が一応増えるっていうような感じの話なので、一応エンディングはあれなんですかね。いや、あって言いつつこれ仲間撃ちましたね今。でもこの子に2人並んでるのは本来ミニッツメンとして仲間になる2人ですね。Just like putting on more pants. Yes. で、なんかまた悪そうなことしてますね。そうですね。仕込んでますね。That is the RNG manipulation from earlier. So, yeah. Now that that item is required to beat the game in the manner we're doing it. But it's pretty much, how do I explain this? It makes the game think we're going to end the game with the Minutemen and then.何か盗ん、あそこになんか盗むアイテムってあった？あそこになんかそんな特別なアイテムあった覚えないんですよね。本当に最序盤のイベントなので。なのでそんなシナリオとかに関係するようなものはまだなかったと思いますね。We have to go and set up a save across the map to load warp to later on and discover a location.
That location is Virgil's Cave in the Glowing Sea, which is the far, far southwest corner of the map. The reason why we have to do this is twofold. One, we don't want to do this. It doesn't matter when we do this run, but I guess it's one fold then. リデイを持ってなかったか。何かそれを、何かそのクリアアイテムを盗むのにリロードしまくって、運次第で、でリロードしまくってたみたいですね。あー、あれなんか持ってたっけな。なんかごめんなさい、ちょっとそこら辺うろ覚えになっちゃいましたね。テイラー・スウィフト、どんなものかしら。テイラー・スウィフト、similar to how we just kind of pooped out of the sky onto the roof of the Museum of Freedom, right? We're going to poop up into a swimming pool that's in a neighborhood next to. すいません、ちょっとここら辺うろ覚えで。あ、いえ、大丈夫です、大丈夫です。Yeah, so this is a relatively long segment. 背景の美人さんがテイラー・スウィフトなの。いや、話の流れからなんかアイテムを盗んでんのかと思ったら全然違った。なんかさっと話が今ずれましたね。いや、こちらこそ勘違い。何もし、いや、何も知らないんで私本当にごめんなさい。あれ、ここって普段着で歩ける場所じゃなくね？プラス1レイズって書いてありますね。あ、いや、もっと極限にと、そうです。どん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 、ここ、すごい汚染区域で、基本的にその汚染対策を何か取ってないと、侵入禁止みたい、侵入したら即死するからな、みたいな場所なんですよ。はい、急激になので汚染されていきます。一応、その汚染を防ぐための薬とか、あと、パワードアーマーっていう、まあ、着て、まあ、ロボットの中に入れるような、まあ、パワードアーマーを着ていると、基本的に汚染っていうのは防げるんですけど。でも、多分ここも即死絶対入ってるんで、重ね着のおかげなんですかね。それこれは全然減ってない部類ですね、多分一気にもうマックスになって即死すると思うので。そうですね、そうだ、名前も思い出した、輝きの海ですね。さっきピンクパジマさん、スピードパンツっていうのを7枚履いてるって言ってましたね。あー、確かにそう言われると移動速度速い気がしますね。移動速度上げて、輝きの海に突入、突破したって感じなんですかね。あー、なんそうですね。あれ、フラグ回収できてるのかな。一応、ここに訪れる理由っていうのは、一つあって、まあ、メインストーリーをどんどん進めていると、まあ、その敵の、組織の、敵の、まあ、その敵の組織の本部に侵入したいっていう話が出てきて、そこでここにいる研究者が、その侵入方法を知ってるんじゃないかっていうので、主人公が来て、一応その侵入経路をこいつに作ってもらうというか、っていうような話があるんですけど、って言ってたらいきなりまた別のところにワープしましたね。どこなんでしょう。ここ特に、ただの家ですね、多分。ただの家というか、結構こういったちっちゃい変な建物はいっぱいあるんで。レールロードクエストの2回目のところ。2回目のところ。Nice. レールロードクエストの2回目。So this is the item that you normally go to retrieve in the loyalty quest. We don't have that quest, but if you drop it, you get the quest. So now we have the railroad loyalty quest. So when we go and meet them, they'll think that we just did a bunch of work for them. So yeah, もうバグだらけですね。そうですね。本来は拳銃もらいますねっていうコメントがあります。ああ、そうですね。一応、そのレールロードルートっていうところに行くと、結構小型拳銃のかっこいい銃がもらえて、多分そこかなっていう。あっ、これ、視聴者の方の方が覚えてる気しますね。結構みんなさん覚えてますね。まあ、いろんな人がこう見てて、その人によってはこうやっぱマイクがない人もいれば、あとはたまに会社で聞いてるっていう人もいるので。あ、いるんですか、そんな。
いらっしゃいます。イヤホンとかで聞いてるっていう方もたまに見かけるので。うかつにこう来てくださいとは言えないんですよね。あ、そうですね。やっぱそのタイミングがありますもんね。はい。私のことか。いらっしゃるみたいですね。This is very weird. Okay, wait, maybe I can make it work. I'm about to die. So, before I die, I'm going to quick load. そうですね。ただ本当にこのベゼスタの作るゲームはひたすらにバグが多いで有名なので、まあこういう多分壁抜けバグから本当にゲームを通常プレイしているだけで進行不能になるバグとかもいっぱいあるので多分 RTS 奏者の人たちからしたらすごい楽しいゲームなのかなと思いますね。When we load in, we'll throw the frag mine down. And the visual cue I'm looking for is the HUD will disappear. I need to start mashing M on my keyboard to pull up the map and cancel it. As soon as the map is in the map, it's in the map. Now, so this is a place where I'm going to see it. 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 I'm going to see it.We're just gonna run. We're just gonna run. Yeah, that's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Yeah. So we're just gonna run there. It was get caught on a rock as intended. That was, yeah. So that trick is actually really finicky because.これはもう終盤なんですか？ちょっとどのルートに進んでるのかわからないのであれなんですけど、一応あの輝きの海っていうところに訪れるタイミングが中盤ぐらいですね。はい、なのでそんな終盤っていうような感じではないです。あと一応このゲームオープンワールドなので、まあ行こうと思えばもうレベル1からもうどこにまでも一応行けるんですよ。ただ一応、多分これはストーリー、メインストーリークリアっていう名目でやってらっしゃるので、まあどこかしらのその、まあ派閥のそのマルチエンディングのどれかを見るっていうような形で行くとは思うんですけど、今この段階だとどのエンディングとに行くとか、そういうのはちょっと判断できないですね。失敗したのでかして。失敗したのでかして。なるほど。どこに走っていくんだろう。Yeah, we're gonna do a big gun skill check. So, Kellogg has a piece of augmented body. He has a bunch of augmented body parts on him.And we need one of them to progress the main quest. So we're going to use our fat man to intimidate him into handing them over. So, first thing I need to do is as soon as this loads, I need to go to the next one. I might die here if I take too much fall damage from this clip. Here we go. Ah, Kirok を倒すとこ。あーそうですね、多分これ。あ、そうですね、ケロッグ倒すとこですね。まあこのケロッグっていう分速し。まあ、今、顔がなかったので誰か分かんなかったんですけど、まあ、このケロッグっていうのは、一応主人公の奥さんと、あと、を殺して、息子を誘拐していった男ですね。まあ、そいつを、まあ、メインストーリー中に、そいつの居場所を見つけて、まあ、息子を追うために、っていうような形で、まあ、接触するんですけど、結果戦いになって、まあ、殺すっていうの今、瞬殺でやってましたね。じゃあ、このステージ、普通にやると、まあ、敵に増援が2名、2体いて、まあ、結構、自分は最初の初見プレイでは普通にやられちゃったりとかするんで、ただやっぱ、ぬかランチャー打ち込めば一発なんですね。The institute, the bad guys are like, oh, we're gonna kidnap your son because we need him. And then Nora's like, no. このケロックっていうキャラクターのちょっと過去にのいきさつみたいなのをちょっと見ることができるんですけど、結構そこ見ると、あ、こいつも大変な人生歩んでるんだなって思って、結構愛着湧いちゃったりもするんですよね。まあそんなキャラクターは一発で顔を見ることなく死んでたと。そうですね、消し飛んでましたね。unfortunately, things got heated,
一応あれもメインストーリーのうちのクエストのうちの一つで、なので一応まあバラバラですけど、ストーリーモードは進んでるみたいですね。And we're gonna go with him and put it inside of his head and then go inside of Nick's head. It's, yeah, pretty much we're gonna be going inside of Kellogg's memories. Papa Paul Bless, by the way. Paul Revere is the father of speedrunning. so inside of this building is actually where the railroad is. So we're gonna punch warp down to the railroad.ああ、レールロードですね。レールロードっていうのは敵の組織、敵のアンドロイドの集団みたいなのに対して、逆にそういった存在を救おうとする団体で、まあメインルートのうちの一つですね。うさんくさいハゲが仲間になることで有名なんですけど。そうですね。アンドロイドに人権をっていうのを名目にしてるんですけど、あ、こういうこのうさんくさいハゲ、こいつ一応仲間で連れていくことができます。一応変装の名人ということで、いろんなマップを移動する際に、まあその時々にちゃんと服装を着替えて、その BOS っていう組織の近くに行くと、その BOS 隊員の洋服に着替えてたりとか。っていうのでいろいろちょっと小ネタの多いキャラクターです、ね。ここに来たってことは、やっぱレールロードルートに行くのかなと思います。I also set up a cover slide inside of there. Pretty much you can aim around corners, and normally when you stop aiming, you like go back around the corner. But if you interrupt that animation by going into third person, then my coordinates are stored similar to a punch warp, except instead of warping to where I'm at, I slide to where I'm at. 目標タイムが2時間5分で、まあ、今現在が1時間46分進んでんで、あと20分くらいで終わりになるんですかね、このゲーム。そうですね、普通にもしシナリオ通りに行ってたら、まあ、このイベントも本当に、なんでしょう、多分全体シナリオの4割ぐらいのところで今当たるイベントだったんで、まあ、さっきの仕込みとかで、もしくはフラグ、どうなんだろう、フラグを回収してんのかな。完全にでも、まあやっぱ終わるんでしょうね。どういう感じで終わるのかがちょっとわからないんで、想像つかないんであれですけど。さっきも来ていたんですけど、バレンタイン探偵事務所っていうところで、一応、ああ、バレンタイン戻ってきてる。一応このアンドロイドの探偵もまあ仲間になるんですけど、まあ、この探偵を助けに行くっていうクエストを、まあ、最初に行くと、この探偵がとあるギャングに誘拐されてしまったと、それを助けてきてほしいというクエストを受けて、それで助けに行ってっていうような話があります。でこいつが戻ってきた後に、まあ、その息子が誘拐されてしまったから、それを探すのを手伝ってほしいっていうような経緯で、まあ、主人公と仲間になるっていう形ですね。はい、なんですけど、まあ、そのミッション、そのクエストとかもやらずに今帰ってきてたので、やっぱなんか仕込みのあれなのかな。way discovered to skip the walking segment in a way that saves time in the run. It's been known for a while. I think there's a failure of this. It's been known for about 2 years that there's a way to skip the walking segment. I guess 2.5 years to skip the walking segment in the memory den, but it lost time.ああ、そっか。今のところ、DLC もっとありますね。4つか5つぐらいあるな。一応、バレンタインっていうキャラクター、結構人気キャラクターで、あのキャラクターの過去とかを掘り下げるような、ステージマップとシナリオが追加される DLC もあるんですね。We just can't seemingly find ways to not go into this memory sequence, and it's annoying.ああ、来ますね。一応、ここで、まあ、さっきちょっと話に出てたんですけど、ここの研究所で、なんとか、まあ、メモリー、まあ、過去とか人の記憶を除く
ことのできる機械を使って、あのケロッグの過去を覗き見て、それで息子がどこに行ったのかっていうのを突き止めようっていうようなイベントをここで起こしますね。なんですけど、そこもかなり普通に進めるとひたすらシナリオというかケロックと他の人の会話をずっと見続けることになるので、そういうそれ自体をやるっていうことはないとは思うんですけど、要するにその導入イベントがここであるっていう感じですね。A group of people, more or less, were a bunch of people were working on it. I'm not sure who found it. Was a bunch of people contributing to it. The core four were Havard Gingenia, who I mentioned earlier, Brongle, who is the guy who discovered punch warping in itself, and then a newer guy named Whip Pistol. And the four of them worked together and were able to figure out a way to gain control in the memory sequence. So, how do I explain this without a visual aid? Because there is no way to do a visual aid for this, really.そうですね、一応、この機械に入って、あとはそのバレンタイン、同じ機械に入ってるんですけど、そのバレンタインのアンドロイドの力を借りて、その過去を見るっていう話だったと思います。この世界のテレビ、全部白黒なんですよね。なんかの文明の進化の仕方がなかなか独自で。なんかレトロなものが流行ってるんですよ。流行ってるというか、その流行最先端で、車ももう本当に多分60年、70年ぐらいに流行ってたようなファッションだとか、そういうのがずっと今の最先端っていうのがあって、テレビもなんか白黒みたいなのが流行ってるっていうような感じですね。Is by loading an old save, putting a blanket zero on, and then quick loading. 確か1950年じゃなくて、一応もっと未来の話だったと思います。なんですけど、そうですね、レトロフューチャーっていうような形で、基本的になんか古いものがすごい流行ってるんですよ。When we load in here, we should have complete control. そうですね、ケロックの会話をバレンタインに移して、でそれで入るっていうような話だったと思います。あ、で、これ入りましたね。一応これがケロックの記憶をたどっていくっていうその物語ですね。で、基本的に会話をどんどん進めていかないと、この次のルートに行く道が開けないので、ひたすらケロックの過去を見ていくことになるんですけど、今普通にケロックの過去を見ずに道、なぜか入ってましたね。あ、しかもいくつかすっ飛んでますね。これ、どん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 段階を得て、ケロッグの過去とか、あとその主人公の奥さんを殺したところとかのいろんなシーンを全部見てって、見てって、見てって、一番最後にここがあって、で、ここでそのケロッグと、そのショーンという、男の子がちょっと大きくなってるのを見て、それでケロッグがダニモノカと接触していると。Pretty much, while we're in here, you may have noticed, or in the game, you can shoot people to skip their dialogue lines. このイベントを見ていくと、基本的その最終的にそのケロックはそのアンドロイド集団とつながっていて、ショーンをアンドロイドに引き渡します。なので、ショーンの居場所がそのアンドロイドの本拠地にあるいるんじゃないかっていうのが分かるっていう形ですね。一応めちゃくちゃ撃ってますけど、これ以上、反撃してくるんですね、ここ。いや、これ、記憶の中なんで、てか、いや、銃使えたっけな、まず。これ、記憶の中なんですよね、一応、設定上は。撃ち返してきたらおかしいんですよね。こんなことなるんだ。銃使えないですよね、確か。多分バグらしてきてるから。そうですね、記憶に改ざんしちゃって、もうパラドックス起こりまくりですね。そうですね、で一応今のところで、アンドロイドの方が、そのショーン少年、ちょっと成長してるんで、ショーン少年を。
本拠地に連れて行ったぞと。それが主人公も分かったから、よし、アンドロイドの本拠地へに行くぞっていう話になっていくところです。まあ、もちろんこれも話の中盤の始まりぐらいなので、基本的に、まあ、あと12分で終わるような場所ではないですね。いやあんなところで改ざんされるとは。しかも撃ってるし。あのドクターも結構いい人なんですけどね。今撃ちましたね。Okay, and now I'll complete the load warp to the glowing sea, which is the place that we ran to a long time ago and made a save. どんな壊れ方になるのか怖くなってきた。そうですね。本当にどうなるんでしょうね。今のところ本当に一部一部のフラグを回収しているっていうような形なので、まあ全クリするのにそのフラグは絶対回収しないといけないっていうものを回収してるんですかね。ちょっと一応これがその敵の本拠地に行く方法を知ってる博士です。まあ、ちょっとした行動によって今この醜い姿になっちゃってるんですけども、まあ、それでしかもその輝きの海っていう人がほぼ来ないような場所で隠居して隠れ住んでるんですけど、まあ、主人公が接触してくることによってどうにかその敵の本拠地に行く方法を教えてくれっていう形で。そうですね、一応脱走した科学者ですね。バージル、あ、確か、そうですね、そういうバージルですね。But pretty much we talk with Virgil, because Virgil is the one who is able to give us the plans for the teleporter, because he worked for the Institute. He used to be people like us.Except now he's super mutant bad guy, but he's not bad. Complicated story. 一応このバージルに話をすると、確か、コーサーっていう敵の、まあ、強い兵士みたいなのがいるんですよ。強いアンドロイドがいて、そいつらのパーツを使えば、まあ、敵の本拠地に行けると。なので、そのコーサーを倒してこいっていうような形で話が進んだと思います。Imitate human flesh so well that they take radiation damage. So he hides there because he's a superhuman, doesn't take rads. But そうですね、メインはミソですね。ミニッツメン、レールロード、BOS。あと、あれですね。なんだっけ、また名前忘れちゃった。基本的にルートは4つですね。このミニッツメン、レールロード、あと BOS、あと、むしろその人造人間かは。そうですね、インスティチュートですね。の4つのルートに分岐していきます。このコーサーっていうのが黒いスーツ着てるやつですね。こいつですね、今、頭消し飛びましたけど。でこいつのアイテムを持っていくことによって、まあ、その敵の本拠地に飛ぶための装置を開発してくれるっていう感じです。まあ今頭消し飛んでましたけど。あで今ちょっと一瞬しか映ってないんであれなんですけど、この世界の人造人間はもうすごい科学が進歩してるのか何なのか、もう人間と基本的に見た目は変わりませんし、撃たれれば銃で撃たれれば血も出ます。一応まあ、見比べる方法というか、まあ、これも1個しかないんですけど、基本的に死んだ場合、そいつのアイテムスロットに、まあ、人造人間のパーツっていうアイテムが入ってます。そのアイテムが入っていた場合、そいつは人造人間です。ただし、それも死んだ後にしか分かりません。それをその人間が人造人間かどうかっていうのが判別する方法が、確か、モッズとかを入れない限りは、もうその一つしかなかったと思います。で、面白いのが、その自分自身の、その町とかに、その移民とか、牛とかが来るんですけど、来て、それをどんどん人数を集めていって、どんどん仕事を割り振って、それで、まあ、どんどん街を潤わせるモードがあるというか、そういうことができるって話を先ほどしたんですけど、その中にも人造人間混ざってたりするんですよね。で、人造人間が
混ざってるかどうかも実際わからないので、その村人が死んで初めてそいつが人造人間だったとわかるというか、実際その人造人間が街に紛れてると、あの基本的に敵の襲撃とかを受けるようになっちゃってなっちゃったりとか、いいことがないので、そんな感じでどんどんその生きた人間とあの人造人間がある日次の日とかに入れ替わってるっていうのが、ある意味なんでしょう、この世界の人たちには一個怖いこととしてなっていて、さっきのダイヤモンドシティとかでも、あ、いきなり兄弟が喧嘩し始めて、おいお前は昨日のまでのお前じゃなくて実は人造人間と入れ替わってんだろうみたいな感じで喧嘩を始めて、最終的に殺し合いに発展しちゃったりとか、しかもそれを確かめる方法もないので、実際ただちょっとした疑いで人が死んじゃうようなことがあるっていう殺伐とした世界になっております。本当に魔女裁判状態ですね。さっきのコーサーの血とかが出てたのも、あれでも最近人造人間です。そうですね、自分を人間だと思っている人造人間もいます。それがレールロードの人たちですね。レールロードの人たちっていうのは、その人造人間として悪事を働いてた頃の記憶をなくして、それで人間界に人造人間を溶け込ませてあげようっていう団体で、なので実際このゲームの作中にも、最後まで自分が人造人間だって気づいてなかったけど、そのキャラクターが死んだ後にプレイヤーだけが、あ、こいつ人造人間だったんだって気づくことがあるとか、まあ、そういったキャラクターもいます。確か主人公以外の登場人物からも確か殺さないと分かんなかったと思います。殺した後にそのアイテムスロットに人造人間のパーツが入っていればそいつは人造人間、もし入ってなかったら人造人間じゃないですね。こいつはあの一応レールロードの組織に入っているイカれた科学者ですね。なんとち狂った開発しかしないというか、結構発言もおかしいやつっていう。一応残り4分ですけど、まだ終わりそうにはなさそうなんですよね。遅れてるんですかね。どうなんでしょうね、さっぱりわかんないです。一応その本編のメインストーリーで言えば、まだその敵の本拠地にすらついてないので、まだ終わりはなさそうだなっていう感じですね。あ、今作ってますね。ただこれが一応敵の組織に解く機械です。あれ完成はさせないですかね。まあ、今みたいに町に来て、それで町にいろんな建造物を作ることができるので、それで移転装置というかそのワープ装置を作って、それで敵の本拠地にまでワープするっていうのが、じゃあそういったシナリオです。ただ今の、あれは設置しただけだと、確か3つのパーツを組み、3つああいう建造物を建てて、それぞれをなんか電源で確かつなぐと、そのワープ装置が起動したと思うので。はい、今作ってますね、3つ。つないでますね。でこれバッテリーとかも作って、それでちゃんとバッテリーと、その作った建造物をつないがないと電源が入らないとかいろいろあるんですよ。なので荒野の街の中をいろいろ漁って、いろんな鉄とか、銅とかアイテムを集めてきて、それでどんどん街をに電気を引いたりとか、あと畑を耕したりとか、まあ、そういったような感じでどんどん街を発展させていくっていうこともできます。一応このワープ装置によってそのインスティチュートの本拠地に飛ぶことができます。
a lot of time. I don't even know how much. I lost count. I count like 40, because that's how much we save with the vault elevator. So I don't go higher than that. It's more than that. So まあ今のところの主人公はそのイン、あのレイルロードっていう、まああの人造人間を守ろうの会の力を借りながら、一応息子を探すために敵対組織に侵入してきたっていう形ですね。で一応確かここでその敵、そのインスティチュート、その人造人間側の PC のデータを確か抜いてこいって、その愛護団体の方に言われるんですよね。 で今抜いてましたね。なんでこいついんの。しかも撃ったよね、今。今撃ちましたね。完全に撃ちましたね。一応これ確か一発目の侵入だとこいつはついてこないですね。一人で潜入して、基本的にその仲間も一緒にはついてこれないですし、基本的にあいつは、ミニッツメンルートの人間なので、本当に そうですね、突然いきなりレールロードルートに行ってると思ったら、ミニッツメンルートに行ってるような感じですね。何が起きてるのかよくわからないですね、ここまで来ると。Interestingly enough, the Minutemen gave us the fusion pulse charge, but we're gonna go to the railroad to arm it. 本当にそうですね。完全にポルナレフ状態で何が起こってるのかわからない。Okay, we're good. We're good. We're good. Wait, maybe not good. 今放射能を浴びすぎて死にましたね。This is completely intended. We're fine.放射能がマックスまで行っちゃうと、そこ赤いゲージがマックスになってそれで死んでしまうので。So, I'm just going to luckily punch warps stored through saves. So, I'm going to set up this punch warp. なんでこんなラストに行けないと思ったんだろう。And then I'll load this save and do it again. And this time, 今ここラストですね。なんか結局どのルートに入ったとかも全部わからないまま。Yeah. This, all I have to do is be fast. All right.まあ、もう息子はもうあなたの心の中にいます。本来でいけばそれで敵の組織に侵入していろいろ敵の現状を見て、それで息子のは今どうなってるのかとか、どこにいるのかとか全部判明して、でその後いろいろなそのどの組織に介入してたかとか、そういうのでまた話は全然変わってくるんですけど、まあ一応そのレールロードっていうところに今途中まで肩入れしてたので、そこで言えば最終的にその敵の人造人間の組織をぶっ壊すっていうような形でエンディングを迎えるような話になっていくんですけど、結局これ謎ですね。ミニッツメンのメンバーがいたのでミニッツメンルートなのかな。なんかロードマップあれ挟んだ瞬間死にますね。Is there a way you can move the radiation a bit? I know what we'll do. I know what we're gonna do. This. Yeah, we're just gonna go buy some rat away real quick. Yeah. Oh.まあ、ちょいちょいタイマーストップがどこかとかも全くわからないので、まあ、とりあえず最後まで眺めてっていう形ですね。Okay, we're gonna wing it. We're gonna wing it. Is there a place early game where you usually loot right away? Yes. We buy it from Good Neighbor, but they're mad at us because we shot Amari. Yeah, negotiations didn't go too well. Yeah, so this is going overestimate a little bit. I apologize. We're just winging it right now. Don't worry, you're doing a great job, man. This is such a great run. This is. Okay. We got this. That tells me we should have brought more pants, huh? Yeah, definitely, definitely. All right.なんで拍手起こったんでしょうね。So, なんか成功したんですか。なんでしょうね。So, I'm trying to think of places to get rad away. I know for sure we can get them in Good Neighbor. However, we did recently. リカバリー中、なんかトラブルですかね。なんか失敗したのかもしれないですね。そうですね。Bunker Hill might sell some. Let me.
What about like starting town area, like where you just got out of the ball? I'm not too familiar with that area. Let's just go for good neighbor. Ah, まあこ worst case scenario. 一応あの目標タイムなんで超える場合ももちろんあります。あ、まあそうですよね。This is fine. Radaway. I'm sure there are. Oh yes.They aren't mad at us anymore. HP が足りなそうなんで回復薬を買いに行く。Easy. Okay. なるほど。She always has a ton of rat away, so I'm just gonna buy a bunch of that. Where is it? There we go. Nice. Yes. Oh, I don't want to cancel. There we go. Now let's use that rat away. この、 あの赤魔法シャドウを浴びすぎて赤いゲージが溜まってしまった場合、あの医者にかかってその体の放射能を抜いてもらうか、それかその放射能を抜くっていう専用のアイテムがあるので、それを使用すればあのまた HP の最大値も元に戻ります。Okay, but she does keep jets stored by her bed, I believe. Yes, here it is, the jet.So we have the jet. So now we will load more because I have to jump again. And I'm not comfortable with. I'm not comfortable. Jet っていう一応覚醒剤みたいなものです。使うと能力が強化されるんですけど、確か中毒とかにもなっちゃって、逆に能力が下がるみたいなのもあったんですよ。The jetless jet jump to I just wanted a bit more jet. I do have to load warp this door though, which is a bit tricky. I think I just got it though.We're gonna have to rebind the jet, redo the punch warp, do the jump again. We got this. And this is to bring your inventory and yes, and the radiation. This is to bring the character who we just rid of radiation damage back into the institute. Let me bind this. Need to set up that punch warp again. この世界にもね、薬物をやりすぎちゃって、あの結果グールっていう死人みたいな感じになっちゃった一般人とかの方とかもこのゲームに出てくるので、まあ薬物はねやっちゃいけませんね。And like, especially in a marathon setting like this, you have to really think on your feet to try and be able to finish the run. So this is really impressive. Yeah, it's just been a lot. Yeah, the because he's French, so.Can't forget that chocolatine is French. Yeah. It's amazing. Chocolatine is trilingual, English to Italian to French. World, Mr. Worldwide, honestly. So now, now we'll do the punch warp again, and this time we.I don't have frag mines. That's okay though. Because oh, there was Radaway right here. Yeah, Radaway ありましたね。わざわざ階に戻らなくても、そのクリアのところのマップにあったっていう。それ拾って使ってればよかったじゃんっていうことですね。多分これ。Oh my god, man. Oh my god. I could have just done that. Oh my god.That's a teaching moment. That's what you call it. Teaching moment. Even if you have several hundred hours in the game, you find something new all the time. Oh my god. Oh wow. That was something, huh? Speed running. You learn something new every day. So now. そうですね。本当にその場に回復アイテムがあるだろうっていう話ですね。Fusion pulse charge planted. Now we load warp out.And we're gonna go to the railroad HQ. There, we'll talk with Desdemona and Tinker Tom and say, no, we'll just talk with Tinker Tom and say, and then Tom will say, そうですね。Oh no, first we're actually gonna shoot Des. I forgot about that. We have to shoot Des. このゲーム結構どこにアイテムがあるとかも確か決まってなかったと思うので、あるときあるしないときはないしみたいな感じだったと思うんですよね。It's crazy. So if we sneak down here, I want to be kind of far. So just まあ一部決まってるところもあるけどみたいな感じだった気がします。Put away my gun immediately so they forgive us.And then this will teleport us back to the Institute, and then we fast travel back to the railroad, talk with Tom, say, fire it up, Tom, and then we load warp back to the Institute. Yeah, it's a lot. But yeah, so pretty much the rest of this run is just going to be going to the I'm going to load warp, and that will lead into the end of, like, the very, very end of the run. I swear the run's almost over. I promise we're almost through with this. 結局この主人公はミニツメの人間なのかレールロードの人間なのか全くわからない状態になってますね。あと一応なんかその4つある組織の中でも一応有効度というかみたいなのもあって、基本確か
あれどっちだっけな、ミニッツメンがレールロードのことを嫌がってんだっけな、まあ、ミニッツメンはまず基本的に BOS のことを嫌がってるとか、まあ、そういうような感じで組織内のその組織の関係性とかもいろいろあります。基本的にまずやっぱ人造人間側は人間の敵なので、まあ、どの組織からも嫌われてますね。He was just moving a bit. He was, yeah, no, he had just watched Blair Witch Project. あのガビは何で出てきたんでしょうね。So we're now going to load warp back into the Institute. So, this then will put us as the character armed the bomb to blow up the Institute. そうですね、自分も全く分からないですね。さっき最後のシーンになるようなところが映ってたから、もうこれで、ああやって終わるのかなみたいな感じで思ってたんですけど、いやレールロードの組織に戻ったりとかのしてるので。そうですね、下ってるのか必要な行為のかすらもう分かんないですね。そうですね、全くもう分からないですね。これはグダってそうですね。今の感じ。なんかうまくいったのかな。ですかね。多分。This is the easy load warp. And earlier we did.Really hard ones. Oh my god, that's さっきのところを本当に抜き取って終わりみたいな感じになるのかなと思ったんですよね。Let's cross our fingers that Tom isn't nosy again. Oh, come on, Tom. Come on, Tom. まあ、一発本番ですからね、緊張してますよね、きっと。そうですね、あと、まあ、今回関係あるのかどうかというのはちょっとわからないですけど、結構本当にこのゲーム、ことあるごとにバグとか予測不可能なのが、ものすごい起こるゲームなので、まあ、こういうトラブルはもう当たり前みたいな感じなんですかね。当たり前っていうのは、ある意味、プレイヤーの中ではあると思いますね。今撃ってた仲間やつはあのレールロードの仲間なので、一応エンディングとしてはレールロードルートで終わりっぽいですね。Yeah. And is very passionate about this. And that's, I mean, that's really what speedrunning is all about, you know, is you find a game that you care deeply about and you tear it apart.爆発しましたね。Yeah, this is about the end. The time is coming up. I'll tell you when.But yeah, I just would like to say thank you not only to GDQ for having me here, but also huge thanks to the Fallout community themselves because they've just been incredibly welcoming to me. これで今いろいろ全部すっ飛んでますけど、あの人造人間側の本拠地が爆破しました。爆破成功しました。あ、これストップですね。ストップですね。GG、グッドゲームでした。はい、グッドゲームです。話が飛びすぎてて、その主人公の息子のショーン君はどうなったのかとか、あのそういったのはぜひ、気になった方は本編をどうぞ。本当わけわかんない状態ですけど、チャマさんありがとうございます。いや、こちらこそ急ですけど、ありがとうございました。ありがとう、楽しかったです。助かりました。はい。それではですね、はい、モデレーターもここで、変わりますので、私も失礼させていただきます。チャマさんもこのままのクリアで大丈夫ですので、ありがとうございました。わかりました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。Yeah, be hype for that.